ワドツです。じゃあ、宗教を語りますか。2017年11月の13日、18時28分です。よろしくお願いします。ワドです。どうもどうも。どの辺から話す？どの辺が気になるの？宗教に関しては、みんなは。おー、どうもどうも、花町さん。お疲れ様です。楽しんでいってください。どの辺から入ればいいのかな。はい、お疲れ。どの辺から行こうか。神は人間。キリスト教では神は人間っていうか、三位一体っていう考え方があるんだけど、精霊と神とヤハウェイとイエス・キリストは一体だっていうふうに考えるね。だから宗教によって全然違いますね。神は人間かどうかっていうのは。はい、ワドツー。あ、こちらこそ見に来てくれてありがとう。イエス・ブッダは人なのか。俺の見解なんだけど、ブッダとイエス・キリストっていうのは見た世界は同じ。ただだよ。ただね、イエス・キリストと釈迦の違いは何なのかっていうとね、自分が神だと思ったかどうかだね。イエス・キリストは自分が神だと思ってる発言っていうのがかなり残ってるから。まあ人間でしょう。仏が仏になる条件みたいなのってあるの？あるよ。ニルバーナ、要は悟り。ブッダっていう言葉って、もともと悟ったら全員ブッダなんだよ、仏教では。で、簡単に言うと、もともとそのシャーキ族っていう、ゴー、えーとね、マガタ国っていう国があって、北インドの方にマガタ国。で、マガタの、シャーキ族、シャカ族だよね。の王様がシャクソンって呼んだり、シャカって呼んだりするでしょ。シャカっていうのは、だから人間の頃の名前なんだよ。まあ、その時の言葉でゴーダマ・シッダールタっていう名前なんだけど。で、ゴーダマ・シッダールタが国を捨てて僧侶になるのね。本当はやっちゃいけないことなんだけど。で、その時に、簡単に言うと苦行の天才だったんだよ。いろんな宗教の教義を取り入れていって修行するんだけど、俺の悟りはこれじゃない、これじゃないって、点々といろんな道場破りみたいなことやるんだよ、ブッダが。で、どこのね、教祖様にも、お前天才だからこっち来てくれって言われるんだけど、断る。で、ごま一粒食べて、太陽の日光を浴びまくって、で、瞑想するっていう修行とかやってて、で、川で息止めてたのか。ごま一粒食べてガリガリになって、太陽灼熱浴びて、川の中でね、息止める修行やってたんだけど、まあ倒れんだよ。で、川岸に運よく、その打ちひしがれてるところに女の子が来て、商人の女の子が来て、それでミルクがゆもらうんだよね、スジャータから。で、その後、真言宗でいうとこのガチリンカンっていうんだけど、瞑想に入るんだよ。その瞑想で悟りを得る。要は、仏教っていうのは、悟りを得るっていうのは何なのかっていうと、ダルマを手に入れる。花火ありがとう。ありがとうございます、匿名さん。で、ダルマを知る。だからね、法然不都合とね、心善法合っていう考え方を、説明しないといけないんだけど、一神教っていうのは、神様が法律を作ったって考えるのね。だから全知全能の神、要は神様が全てを作ったわけだから、世界の始まりのそのものの起源が神であるっていうふうに考える。だけど仏教っていうのは、実はどう考えるのかっていうと、宇宙とか、この住んでる世界、まあ俺らが知ってる限りだと宇宙だよね。宇宙の先があるとしたら、それも含めるんだけど、には法則性があるって考えるの。その法則を手に入れると悟る。その法則のことをダルマって呼ぶのね。だから、ダルマ、法のことをダルマって言うんだけど、漢字にすると法って書くんだけど、法が前にあって、仏が後にある。法然不都合っていう関係性の。だから、法を手に入れる。ダルマを手に入れて、悟りを手に入れるんだったら、誰でも仏になれるっていう概念なのね。だから、法然不都合。で、一神教の考え方は、神前法後。いや、神様が前にあって、神様が法律を後に作ったって考える。だから根本的に違う。これの面白い例えが一個ある。牧師さんにこういう質問してみるといいよ。神様なんかいないっすよ。
って言うと、牧師さんは怒ります。キリスト教の信者も全員怒ります。そうだよね。神様が宇宙を作ったわけだから、神様がいないと成り立たない宗教の、これディスではないからね。ディスではないから勘違いしないでくださいね、キリスト教のクリスチャンの方。僕は無宗教なんで。で、お坊さんに対して、じゃあ今度仏さんなんていないですよって言うと、そうだよって仏は、僧侶は言うの。そう。で、あれってなるじゃん。じゃあ今度仏はいますよって言うと、そうですよって答えるの。これが仏教の面白いところで、仏はいないとも仏が言えるとも言える状態なの。面白いでしょ。だから一神教との違いはここですね。磨く前に達することもあるんですよ。ダルマっていうのは、法って意味です。ダルマさん、ダルマ大使のダルマじゃないね。禅僧のダルマさんのダルマじゃないです。如来だったり、明王だったり、仏となった後の位はどれだけ悟りを開いてるかによって変わるの。悟りっていうのは一個だね。要は、ただのランクだね、修行の。ミトラ教わかんないですね。ごめんなさい。そう、法ダルマ、宇宙とは違うんだよね。法則性って言った方がいいと思う。現代語訳で言うと。例えば人間は必ず死ぬとか、生物、諸行無常、すべての物事は滅んでいくとか、上者必衰とか、いろいろあるでしょ。仏教の考え方って。そういうのを、普遍的な法則、だから苦しみは何なのか、四苦八苦とか言うでしょ。これが、絶対に逃れられない苦しみの四苦。生老病死とか。カルン花火ありがとう。そう。だから、仏教が哲学的って言われるのはそこなんだよね。本来の側面で。ポジティブに取りすぎた。何を？一神教と多神教の違いじゃないね。仏教は多神教ともちょっと違う。仏教のちょっと特異性っていうのかな、因果関係、因果関係をポジティブに取りすぎた。ごめん、どういうことかな、よくわかんないな、あらいちゃん。ごめんね。コメントはちゃんと読むから、長文で丁寧に書いてもらいたいかもしれない。俺も喋りながらやってるから。シャーリー仏は般若心経に書かれてますね。神のあり方の定義の違いというべきか。仏は神とは違うんですよ。仏の概念っていうのは。はい、いろはこさん、わかつゆ。仏と神は違うのね。で、仏教で言うところの神っていうのは、バラモン教の神様を指してる。今で言うところのヒンドゥー教の神様。だから、ブラフマーとか。だから、ヤハウェイのことを指してない。はい、海保、こんばんは。ヒンドゥー教も仏教もゾロアスト教が本当になってるって、本当なの？いや、ゾロアスト教が元になってるっていうのを初めて聞いたかな。わからない、そこは。初めて聞いたから。俺が知ってる限りだと、よくわかんないかな。でも、ゾロアスター教の信者がそういうこと言いそうだよねっていう。仏教っていうのは、例えばバラモン教っていうのがあって、バラモン教の経典があるわけじゃん。はい、いってらっしゃい。付箋ありがとう。で、バラモン経典の最高教義の中に、ウパニシャットっていうのがあるの。ベーダとダルマは違いますね。はい。で、ウパニシャット哲学の最高、経典の中のさらに最終奥義のウパニシャットっていうのがあるんだけど、ウパニシャット教、哲学っていうんだけど、ウパニシャットの最後に、要は奥義に何て書いてあるかっていうと、簡単なの。ボンが一如っていう。要は、ボンが一如。ヒンドゥーはバラモンだよ。ヒンドゥーはバラモン。で、ヒンドゥーの、じゃあ待って、ちょっと待って、質問がね、散らかるからね、話し終わったら質問してもらいたいかな。思考が混乱しちゃうんだよ。いや、もう一回言うね。じゃあ、まず、バラモン教がありました。もともとインドはバラモン教です。で、そこに、バラモン教の県内のところの端っこの国にマガタ国があったと。で、シャーキ族っていうのの王子様がゴーダマシッダールタで旅に出ると。で、バラモン教の教義を取り入れていくと。
だからこれが違うって言って、簡単に言うとバラモン教を否定した人がブッダです。で仏教が広まります。でバラモン教滅びるんです。ただバラモン教の教義が全滅したわけじゃなくて、リバイバル運動みたいなの、今度仏教が権力を持っていったら。で元々がバラモン教の考え方に対してカウンターで出てきたのが仏教でしょ。だからバラモン教の世界観を引き継いでるんですよ。なんでかっていうと論破していくの、ブッダはバラモン教徒に対して。だからバラモン教の土台があって論破してるから、仏教の経典の中には神であったり輪廻転生って概念がどんどん出てくるの。だから仏教の教義として説明してんじゃなくて、否定するためのツールとして残ってます。で今度だけどバラモン教いいよねって言ってた人たちが仏教を取り入れてリバイバル運動したのがヒンドゥー教です。だからブッダの話が出てくるの。 OK、 ここまで。これが世のヒンドゥーはバラモンじゃなかったっていうのを詳しい説明、カースト制に見かねて、いやカースト制の否定じゃないんだよ、そこもね出てくるから、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、長くなるから、ここまで OK ね、うん。で今度、じゃあ今度バラモン教に戻りましょう。時代を、バラモン教の教義がいろいろある。カースト制度であったりとか、で教義っていうか教えがあるわけじゃん。要はその論理体系がないと成立しないから。でその論理体系の教義の最終だから、ベーダーっていう風になってたけど、その最終教義の中のウパニシャットっていうのが重要になるの。でそのウパニシャットっていうのは、その数ある教義の中でも最終奥義って言われてんだけど、それがボンガ一如っていう話なので、ボンガ一如って漢字で書ける、みんな、ボンガ一如、ボンガ一如って書けます？ゆっくり行こう、頭めちゃめちゃ使うんだよ。ブラフマンはスードラをどう肯定してるの？いい質問だね、アライちゃん。それも行こうね、次ね。あ、ボンが一によかける。じゃあ、ボンって何ですか、皆さん。ボンって何のこと？一によっていうのは一体であるって意味なのね。ボンが一によ。一によっていうのは一体である。ボンって何？これが、ボンが一によが簡単。一言で言うと、ウパニシャット哲学はボンが一によのね。うん。要は全体、うん、まあいいや、ボンって何か書いてみよう、みんな、うん、ボンってなんだろう。もう一回忘れてたら、新井ちゃんさ、話が終わった頃に振って。ボンわからないの？煩悩のボンじゃない。ボンっていうのは、じゃあ俺から説明するね。ブラフマーのこと。要はあのアーティストのブラフマンっているでしょ。あれヒンドゥー教の神様で絶対神のことなんだけど、ブラフマンのことです。そう、ブラフマー、ボロンジェさんが正解。要はじゃあ、がはわかるよね。ボンガのがはわかる。がは何？うん。が。がとは何でしょう？ウパニシャットの説明をしないと仏教の説明ができないの。その通り。自分のこと。その通り。ボロンジさんありがとう。アートマンのこと。正解。で、このアートマンっていうのが重要になってくる。うん。そう、自分のことなんだけど、ブラフマンとアートマンっていう概念があるの。 OK、 ここまで。ブラフマー、ブラフマンとか、ブラフマー、アートマン、この2つが一体である。要はこ自分のがを、ボンと一体であるっていう風に統合することがウパニシャットのその最終教義なのね。 OK、 ここまで OK、 ここまで OK。ボンが一如で、ブッダは何をした人かっていうと、簡単です。アートマンなんかないよって言ったの。面白いでしょ。仏教の斬新だったことは、ここのここに食い込んだの。自分なんてないよって否定しちゃったの。アートマンの否定から入ったの。ここが画期的なの、仏教の。わかる？それで論理破綻しちゃったの。うん、面白いでしょ。我の否定、要は永続的な古我っていうものは存在しないって言った人がブッダ。
自分なんてものはないってこと。運命っていう捉え方っていうよりも、昔の人は要はデータベース、魂がある。アートマンっていうのは何かっていうと、まあ霊とか魂とかってみんな言うでしょ。スピリチュアルとかでもいいや。何でもいいんだけど、そのデータベースのことなのね、これって。現代語で言うと。要は記憶の引き継ぎじゃん。これがないって言ったの。空ではないんだよ。ここ、まだ空は早い。誰にゃ。もうちょい欲しい。も、待っててね。空の説明は待ってて。そう。で、このアートマンっていう存在を否定した人なの。簡単に俺がいつも、俺の説明をするね。ここにコップの中に入ってるものは何でしょうか？コップがあります。これ何ですか？はい、書いてください。自我を保つっていうか、今から体感しよう。ここにあるものは何ですか？皆さん。ここ、この中にあるもの。水。OK ですか？じゃあ認識を水にしましょう。OK ですか？OK ですか？じゃあここに入ってる水全部をこうします。今入ったものは何になりました？今入ったものは何になったでしょう？次、水から何になった？さあ、書いてください。さあ、何になったでしょう？水分。体液だよね。体液。まだおしっこじゃないの。まだおしっこじゃない。そう、体液なの。胃の中の水ではないね。で、今度おしっこになるよね。おしっこになったら下水になるよね。下水になったら川に流れるよね。川に流れたら海になるよね。海から水蒸気が発生して雲になるよね。雲から気圧が変わって雨に変わるよね。で、雨水を生成して水に変わるよね。これが仏教的なもの。要は、名前をつけてるもの。アートマンっていう、これがアートマンと一緒なの。限定した時間を止めて名称をつけたに過ぎないって言ったの、ブッダは。面白いでしょ？そう。諸行無常ってやつもそうだしね。そう。それが諸行無常の本来の意味なんだけど、要は永遠に名前をつけてるっていうのは時間軸を切り取って名前をつけたに過ぎないと。だけど、すべてが、その因果関係の中で時間が変わっていくたびに、すべてのものは移ろいでいく。変わっていくっていうふうに考えたの、仏教は。だから自分自身も記憶が担保になってるから自分っていうものが担保されてると思ってるけど、アートマンなんかないよって。ただ影響し合って思想も変われば、考え方も変われば、例えば腕切って怪我したら腕なくなるしっていう。だから俺らが記憶を引き継いでるからアートマンがある。生まれ変わるって思い込んでるだけなんだよって言っちゃったの。日本人からするとごく至極真っ当な考え方でしょ。ブッダが言ってること正しいじゃんって思うじゃん。だから、そっから入ったの。古賀ってものはないって。自分ってものはないと。で、互いに影響し合ってるだけだって言うと。だから、因果関係って西洋哲学だと原因があって結果があるって考えるでしょ。で、それを、縁起、十二支縁起とかさ、縁起って言葉が出てくるでしょ。それは縁起っていう説明原理が出てくるんだけど、今度。仏教の縁起って何なのかっていうと、因果関係に対して、さらに、全部が全部すべての物質、この宇宙空間すべてに物質が関連し合っていて、すべてに因果関係があって、相互作用で成り立ってるっていうのを縁って言ったの。面白いでしょ。だから、西洋哲学だと、種に地面を植えると生えてくる。だから、これ原因と結果っていうふうに考えた。でも仏教的には、種を植えても雨が降らなきゃダメでしょって。気候が合ってないとダメでしょって。水をあげないとダメでしょとか、いろんな相互作用があって初めて成り立つんだよって。例えば土に栄養がない砂漠地帯だったらダメだよねみたいな。そう、全部が全部互いに影響し合ってるんだよって考えた。だからそう、時間軸を切り取って永遠性のあるものっていうのがオカルトだっつったのよ。そうそう、っていうか仏教ではもうこの瞬間にもうとんでもない高速で入れ替わってる。で、そう、西洋科学っていうのが面白いのが、分子レベルでとんでもないスピードで入れ替わってんの、今も。そのさっき飲んだ水のおかげでブワーって入れ替わってんのよ。あ、宗教が生まれた理由が知りたい。もっと遡ろうか。これは俺の考えね。これ持論を展開しますよ。俺の研究の成果ね。まず、
多分動物と人間の違いは何なのかって俺が考えるに、あの死を自覚したから、多分ね、ナユタが死んでも釈迦悲しまなかったんだよ。釈迦悲しんだっていうか悲しみはするんだけど、その悲しみって自分が死ぬっていう悲しみじゃないの。仲良かった友達が動かないって悲しみなのよ。だけど人間は頭が良かったから気づいたんだよ、これ俺にも来るなって。その時から俺は始まったと思ってる。俺はだから宗教の別名を死の学問って呼んでます。で、なんでこんだけ科学が発展して文明が発展してもなぜ宗教がなくならないのかって、死なないから。逆に俺の考えだと、永遠の命が手に入る状況が作られた時、科学が発展して多分宗教いらなくなると思う、うん、そう。多分病気がなくなるんだよ。生老病死でしょ、宿ので、死と病がなくなるでしょ。で、生まれることの苦しみは残るんだよな、でも、うん、でもそれは死がセットになってるからね。やっぱりね、永遠の命が手に入った時ね、宗教なくなるっていうのが俺の見解。原因と結果ばさつ因果率、じゃあ原因と結果の法則のことを因果率っていうの、それの相互作用関係のことを縁って言ったの、うん、あ、また来てください班長さん。これは俺の考えよ、だから合ってるとか間違ってるとかいう話じゃないよ。そう、宗教として広めようとした時、押し付けみたいな使いとかか、押し付けみたいな扱いとかなかったのかな。ブッダは布教活動をしてないですね。うん。そこが面白い。ブッダは布教活動をしてない、うん。っていうかね、仏教徒って本来布教活動しちゃいけないの。縁起ですね。なかなか良い見解ですね。多分そうだと思うよ。まあでも新しい悩みは生まれてくると思うけど、はい、一旦落ち着いたんで質問受け付けます。何だったっけ。多分ね、新井ちゃんがいろんないい問いかけをしてたんだけど、俺が頭飛んじゃった、うん、俺は、あ、そうそう、神の定義ね。ニコ生の住人さんいらっしゃい、久しぶりです。俺は神はある、要は現象だっていうダルマの捉え方と、あの西洋宗教の統合をしたんだよね。神はあると、ただ人ではない、存在はしない。まあキリスト教の否定なんだけどね。でも本来は経典に書いてあるんだよ。だから三位一体の考え方がおかしいんだよ、うん、あ、ごめんね、バレーニョね。あのね、俺ね、原始宗教、要はブッダが何をした人かに関心はすごくあるんだけど、あのね、大乗仏教とかあんまり詳しくないの。だから日本の宗教、仏教は仏教じゃないっていうのが俺の考え方で、もう切り捨てちゃってんだよ、こっちは。あんまり詳しくないわ、ごめん。うん、いや、知らないっすね。三蔵法師は何の？いい質問ありがとう。さ、なんだっけ、悟空、著作界、佐護城、三蔵法師って、あれなんていうものかって、西遊記だ。西遊記って天竺を目指すって言って、中国から、その三蔵法師が弟子を連れて行くじゃん。で、天竺って実はインドのことなのね。で、何を、どこをひたすら歩いたかっていうと、あれシルクロードなんですよ。で、三蔵法師って何をした人かっていうと、あの、中国の人たちがインドにすごい教えがある。まあ、天竺のことなんだけど。で、シルクロードを長い旅をして、インドから仏教を持って帰る話なんだよ、あれ。実は。知ってた。三蔵法師は何なのっていうと、中国に仏教を持ってきた人です。ブラフマンはカースト制度のスードラをどう肯定したい？あのね、ブラフマンが絶対神、宇宙を作った人なの。だから、ブラフマンが人格があるとかじゃないの。で、スードラをどう肯定してたのかじゃなくて、まず、カースト制度っていうのは4段階あるんだよ。バラモン教だから、バラモン。一番上がバラモンで一番ピラミッドが少ない。僧侶がいるの。その次が王様とか貴族の位なんだけど、なんつったっけな。クシャトリア。バラモン、クシャトリア。その次が平民、普通の人ね、人間。で、その後にスードラ、シュードラとかスードラって言うんだけど、奴隷なの。で、みんなね、誤解してるんだけど、スードラって実は人間として扱われてんの、奴隷なんだけど。奴隷にも人権があるの。もっとやばいのが、この4段階のピラミッドで奴隷が一番多いわけじゃん。それから外れたアウトオブカーストっていうのが問題なの。いや、人間ですらないの。人間だけど。で、
なんで肯定してたかっていうよりも、なんでバラモン教の教義ですあったかっていうとね、これが面白いんだけどね、バラモン教のある余儀の自叙伝っていう本の中の一節にパンフレットに書いてあったんだけど、すごくいい言葉だった。本来、これちょっと話それるよ。本来、カースト制度って、今、そのヒンドゥー教っていうのは、人類はこういう理屈なんだっていうふうに教えてるでしょ。ピラミッドであるべきだっていうふうに調整してる。これは間違ってると。本来、これがね、やっぱね、位の高い人は言うことが違うんだよ。やっぱ真理を得てる人は違うの。ウパニシャッドに書かれてるね、そのカースト制度って何なのかっていうと、人間が集まって人口が増えていって社会が形成されると必ずこのピラミッド形式になりますよって言ってるんだよって言ってた。これ真理じゃない？人がコミュニティを集めちゃったら絶対にこういう形になるんだ。それの人口の割合はおそらくこうなるだろう。要はこれを守れって教えてたんじゃなくて、人が集まるとこのバランスでこうなるよっていう教えだったんだって。俺はそれを聞いた時、この人本物だなって思った。初見さんいらっしゃい。海外で言うと、ごめん、主語を書いて、すごい勢いで話してるから、どの話で海外で打点子なのかがわかんないから、みんな落ち着いて、ゆっくり質問して、主語を書いて、何が海外で言う打点子なのか、俺がすごい今の頭を高速回転してるから、なぜ社家族は殲滅したんでしょうか。いい質問ありがとうございます。じゃあこれに答えます。まず、社貴族、バラモン教っていうのは、このピラミッドを、階層は変えられません。ごめんね、ちょっと、新井ちゃん、ちょっと話それちゃうけど、ごめんね。シュードラはシュードラとして生まれたらシュードラのまま。平民は平民。クシャトリアはクシャトリアのまま。バラモンはバラモンのままって維持をしてたのがバラモン教の。で、マガタ国の王子様で将来王様になるってことは、釈迦はどこ？釈迦はこの4段階で言うとどこですか？書いてください。釈迦はどこ？どこですか？マガタ国っていうのは北インドの方にある。インドの外れ。ネパールとかの方かな？一番上じゃないの。一番上は僧侶バラモンだから。実は、ゴーダマシッタールタっていうのは、王様の位だから2番目の段階。貴族とか王族のランクなの。要はクシャトリアなの。クシャトリアがバラモンになろうとしたんだよ。国を捨てて。上から2番目でしょ。クシャトリアの位でしょ。だから絶対タブーなの。ただなんでほったらかされたかっていうと、王子様がなんか瞑想してなんか好き勝手やってるよって、小さい国だったからってほったらかしてたの。だから釈迦がどんどん力をつけて教団がでかくなっていく段階で見せしめて殺されたんです。これが、釈迦族が全滅させられた理由です。あと、あそこ紛争地帯だから実は戦争バンバン起こってたのね。だから自然に滅んだとも言ってもいいし、釈迦に対する見せしめで殺されたと言ってもいい。 OK ですか？はい。OK ですか？インドのダリットは本当に豚以下の扱いされて、未だに毎日大量に殺されてる。だって人間じゃないから殺していいんだもん。やばぞ。人間じゃないんだもん。だからこっちの方が本当に問題なの。シュードラは奴隷だけど、人間だから。人権はあるの。だからすごい考え方だよね。クシャトリアがね、下克上を狙ったともちょっとニュアンスが違うんだよ。下克上じゃなくて、だからさっきもそれが、その仏教っていうのは実は宗教ではなくて、ブッダは哲学をしてただけだっていうところにたどり着くんだけど、ブッダがそう悩んでたんだよ。死ぬこと、老いること、生きること、生老、老いること、生きること、悩んでた。それを克服するためにバラモンになるしかなかったっていう。で、俺の見解だとね、ブッダはね、重度のうつ病だったんだよね。超ネガティブなんだよ。ミュウミュウさんこんばんは。とんでもないうつ病だった。重度の末期のうつ病患者だったんだよ。シャクソンは人間として生まれてくる、意義があったわけだからな。とすれば人間界でトップのポジションで生まれることはシャクソンの生き方に反する。あのね、
いや、あのね、俺ね、釈迦だからできたと思うんだよね。釈迦だから仏教生まれたと思ってんの。要は、その、シュードラの位でそういうこと考えてたやつはいっぱいいると思うんだよ。平民の間でも。要はね、クシャトリアとして生まれたから、あれが成り立ったっていうのが俺の見解かな。いや、うつ病でしょ、完全に。あの、仏教の文献見ると完全にうつ病だよ。そう。死にたくねえ。だから、石野浩介がまさに悟る前のブッダみたいに見えんの、俺は。悟る前のブッダって俺石野浩介だと思うよ。毎日毎日死にて死にて、怖え、働きたくねえ、つれえ。だから、もしかしたら石野が面白くなる、こいつは大物になるかもしれないっていうのは、いつか悟ったら面白くなると思ってんの、俺は。いや、そう思わない。俺石野浩介はゴーダマシッタールタみたいに見えるよ。うん。いや、ブッダではないの。ブッダになる前だから、ゴーダマシッタールタね。いや、そうでしょ。だって、俺ブッダっつうか、ゴーダマシッタールタみたいと思って面白くて興味湧いたんだもん。石野に。うん、こいつがどんな悟りを手に入れるんだろうっていう。うん。最近つうかずっと面白いよ。出会った時からずっと面白いよ。開花してないでしょ。うん。だからそれを待ってるんだよね。こいつはどんな答えを出すんだろうって。どんな生き方を見つけるんだろうっていう。うん。いや、それで修行っていうか、もう生きることが苦しみだって言ってんだよ。だってブッダは言ったんだよ。一切皆苦って言ってんの。ブッダと言ってること一緒じゃね？生きてるだけでつれえって石野は自分の言葉で言ってるじゃん。あいつ仏教知らないから。だけどゴーダマシッタールタも一切皆苦だっつってんの。面白えって。俺はだから石野に興味津々なのそこなんだよ。ゴーダマシッタールタはどのタイミングでブッダになったの？菩提樹っていうでっかい木の下で瞑想を最終的にするんだよ。35歳だったかな？ 36 だか5だか忘れちゃったんだけど。まあ、34、5、6ぐらいの間で。で、菩提樹って言って、苦行、要はごま一粒食べてたりとか、太陽日光、直射日光ガンガン浴びたりとか、息を何十分間も止めるとか、そういう苦しい修行、針で刺すとか、あの、手を一生上げ続けるとか、いろんな苦行っていうのがあるんだけど、それを一切やめたの。で、静かに瞑想したの。その時に、美女とかの勧誘とか、お酒とか、いろんなのが来るんだけど、最終的に悟りを得る。だるまを得る。その瞬間に、そう、ファーって五光が刺したようなスッキリした顔で、スジャータの前に行くの。で、スジャータが名前をつけるんだよ、実は。ブッダって、日本語で言うと目が覚めた人って意味。うん。苦行の天才だったんだよ、ブッダは。うん、もともとは。デーバだった。後に否定をするっていうか、まあ否定っていうかもう道場破りみたいなことやってたんだよね。苦行の天才だった、うん、だから簡単に言うと宇宙の真理を手に入れてからブッダって名付けられて、それでだから自分で名乗ったわけじゃないの。好きに呼んべって、私は名はないって言ったの。あなたは誰ですかって、もう見違えるように変わったから。スジャータはそのゴーダマシッタールタ、要は釈迦の頃、釈迦っていうのは悟る前の名前だから、釈迦のことを知ってたから。で、あなたは全然違う、生まれ変わったっつって、で名前はないっつって、でその時に、でもそれだと困るからブッダさんって呼んでいいですかって、じゃあそう呼べっつった。かっこいいよね、私に名などないっつって。五光が指してたんだろうね、多分ね。ピンスポットパーって当たってたんだろうね。うん、まあ首くくるかね、仏になるのか、だるま大使になるのか、俺は石野を楽しみでしょうがないよ、うん、好きに呼ぶがよいって。あー、おたくさんの言うことわかるよ。うん、すごいこじらせてた。だからね、子供の頃ね、ブッダの、だから仏教で救われた話あるんだよ。色覚のことを言ってて、お母さんに言ったの、幼稚園の頃。
赤は赤じゃないよって、お母さんが見てる赤と俺が見てる赤は違うよって、名前があるから共通認識してるだけだよって言ったの。これ仏教の色覚の説明でやっと腑に落ちた。浅井さんは神だから、神そのものだから、神と融合したの。だからボンが一如だよだから俺は浅井さん神だと思ってんの。あの人はもうだからその宇宙の法則とつながっちゃったの。よく言うでしょ、光があって、うん、そう幼稚園の時に言った。ブッダは経典を書いておりませんが何を残したんでしょうか。もともと経典を禁止したの、呪文の禁止、経典の禁止をしてるので、サンガって言うんだけど、書店法輪じゃなくて、なんつったっけな、涅槃に入る前に遺言を残すんだよ、弟子に。で、あなたが、で、イカダの例えとかいろいろ話すんだけど、その時にルールブック作って、このままだとあなたの教えがなくなっちゃうから、死なないでくれって嘆いたんだけど、いや、絶対死ぬと。で、その時に、何々は禁止ってルールを作るんだけど、簡単に言うと、朝、毎朝、唱えることは OK 出したの、ブッダは。いや、サンガ、その儀式のことをサンガって言うんだけど、だから、今でもさ、仏教ってさ、シャーリープッダはこう言いましたとかさ、ブッダはこう言いましたみたいな下りから入るでしょ。な、朝、毎朝唱えてたの、600年間。経典？経典ね。はいはい。経典でも合ってるよ。みんなね、なんつうの、これが正しい、経典でも合ってるから検索してごらん。経典、まあ、一般的には経典だけど、経典でも合ってる。経典宗教っていうジャンルがあるから。僕はブッダではないですね。なんでかっていうと、僕は煩悩にまみれてるんだよ。煩悩肯定派なんですよ、僕は。で、ブディストではないです、僕は。ブッダでもなければ、ブディストですらない。なんでかっていうと、タバコ吸ってるからね。で、何の話だったっけな。手塚治虫のブッダは、脚色が入ってるからね。ブッダのストーリーはなぞらえてあるんだけど、オリジナルキャラクターはバンバン出てるから。で、経典を書いておりませんでしたか。で、まあ、さっきの三蔵法師の下りで、中国に持ってくんだよ。まあ、経典は残るんだけど、もともと、サンスクリット語で唱えてたのかな。で、サンスクリット語に600年後に翻訳されて、だから、古い経典ってダンマパダとか、スッタニパータって呼ばれてるやつなんだけど、サンスクリット語で確か書かれてんだよ。だけどブッダの死後600年とか700年とか経ってるはず、確か。で、それを持って帰って漢字に翻訳したから、だから漢字の経典で間違えてるって言われてるの。おすすめの書物、グラップラーバキですね、はい、めちゃくちゃ面白いですねおすすめの書物はグラップラーバキで、そう、香典ですね、もともと。なんだよ、ミザリーさん知ってて言ってんの？じゃあ、香典伝承ですねって、そういう人を試す行為は良くないよ。要は、お前知ってて言ってんのかよって俺のこと試したんでしょ、ミザリーさん。やめて。そういうのは失礼な態度だよ。知識マウンティングって言うんだよ、そういうの。もっと楽しくシェアし合おうよ。知らないことは知らないって言うから。知ってることを質問するのは失礼だよ。知らないふりして。猪狩幹事だよ。シャーっつって。シャイシャイシャイ新万字固めで、ね。新コブラツイストね。フォローありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。はい。次の質問行きましょうか。あれは猪木でしょ。はいはい、お疲れ。閻魔様と仏とは何の関係もないの。ああ、じゃあすごく面白いこと言うね。ブッダが言ったことで俺一番面白いのは、宗教はダメだって言ってんの。
俺もう最高に腹抱えて笑うところなんだけど、ブッダ本人が宗教ってダメだよって言ってんの。すげえ面白いでしょ。宗教ダメだっていう人が神格化されて仏様だって言われて宗教を作っちゃったの。釈迦はだから宗教自体、宗教行為を禁止してるの。面白いでしょ。宗教やってる自覚がない。人助けだけやってたの。あ、だからね、バレーニョごめんね。俺が大乗仏教詳しくないから、物事はストレートに考えた方が精神に深く考えるのは大事だが、頭もおかしくなる。イスラム教の生い立ち、いや、だから、その、日本人ってさ、すごい、まあ、イスラム教の話にちょっとシフトしようか、じゃ仏教ある程度終わったから。イスラム教とキリスト教っていとこの関係にあるって知らないんだよね。対立する反対派だと思ってる人いるでしょ。普通のイスラム教って聞いた時に、なんかテロ集団とか思ってるでしょ。あのね、イスラム教の経典のクルアーンって、コラン、クルアーンって言うんだけど、コーランのことか。コーランか。クルアーンの中に書かれてるのが、イエス・キリストって預言者に入ってるんだよ。だからイスラム教の聖人の中にイエス・キリストって入ってるの。面白いでしょ。要は最終的な預言者が誰なのかっていう解釈。キリスト教、まあそもそもね、ユダヤ、あとイエス・キリストって死後の世界、いい話題だね。これ終わったら死後の世界行こうか。何の話してたっけ、ごめん。新しい話題振ると頭がパンクするんだよね、今。何の話だ、預言者の話してるでしょ。あ、そう、イスラム、ユダヤ教の話か。そう、イエス・キリストってキリスト教を広めてないって知ってた？これすごい面白い話なんだけど、イエス・キリスト教、イエス・キリストってキリスト教じゃないんだよ。腰折ったのは違う。違うの。俺がね、その、脳の使い方が下手で、今ちょっと、過集中状態だから、そのバグが起きちゃうの。脳の使い方下手なの。イエス・キリストって何教を広めてたか知ってる？みんな。イエス・キリストってキリスト教を広めてないんだよ。いいね、ダルニャンさん、いいね。はい。イエス・キリストは何教を広めようとしてたんでしょうか？はい、バレーニョ正解。その通り。ユダヤ教徒の。そう。じゃあなんで殺されたんでしょうか。それそうだよね。だってキリストが死んだ後に、新約聖書って言ってキリスト、聖書を作ったわけだからね。旧約聖書しかなかったわけだから。モハメッドはマリアとミリアム、マリアとミリアム混合してたり、聖書の知識は不十分だったと指摘されてる。なんで殺されたのか、ユダヤ教徒に殺されてるよね。簡単に言うと、教えちゃいけない人に教えてたからなんですよ。庶民に広めようとしたのね。都合が悪いでしょ。なんでかっていうと、その時ユダヤ教が一教だったから、処刑されたの。禁止されてた庶民への布教活動をしちゃったの。で、私が神だってやっちゃったの。だからゴルゴダの丘に吊るされて、ロンギヌスさんに槍で突かれたの。まあ、ロンギヌスさんはね、ただ仕事でついただけだもんね。要は、いいやつだったんだよ。キリスト、ユダヤ教ってすごい教えでしょっつって。禁止されてる人たち、ユダヤ教徒じゃない人たちにユダヤ教を広めちゃってたわけじゃん。勝手に。それは怒るでしょ。で、どんどん、その、神格化されていって、新しい教団ができちゃったわけじゃん。要は簡単に言うと、新興宗教だよね。ユダヤ教派閥の。そう。でも宗教学的に言うと、イスラム教が一番完成された宗教なんだよ。
キリストが殺されたとされる瞬間の絵、明らかに見せしめでやられてる。あ、見せしめだよ、だから。だから丘で一番上、見晴らしのいいところで殺してんの。でもユダヤ人のさ、コメディアンのギャグ、ユダヤ教徒のコメディアンのギャグで面白いのがあるんだよね。ユダヤ人迫害されてさ、キリストを殺した殺したって言ってるけどさ、3日後に復活したんだから殺したの3日間だけなんだけどなっていうギャグがあるの。ユダヤ教のコメディアンの人のギャグで、ね、復活しちゃったから許してよって、まだ迫害されてるんだよって、ちょっと面白いよね。そう、イスラム教がこの中では最新だね、うん、最新宗教。でももともとあれだよ、あのイエスだって、あのユダヤ教みたいな褐色の肌だったんだよ。だってエルサレムのあたりが出身地でしょ。白人じゃないんだよイエスキリストって。一番最初に行動を起こすことが正義なのか。うんうん、どういうことだろう、うん、で次行こうか。次、読まなかったのどこだった。死後の世界か。死後の世界行くか。死後の世界についてはこれが面白いんだけど、キリスト教の聖書の中、経典宗教っていうからさ、まあ経典宗教って言おうか、うん、まあいいや、経典宗教と俺は言いたい。経典宗教でしょ、要は絶対なわけじゃん聖書が。地獄って一言も書いてないんだよ。これ Q ちゃん牧師の対談でも言ったんだけど、そんな国ないんだよ。でもしあるとするなら、みんなが思ってる地獄ってこの地上のことなの。生まれ変わり自体がないんだよ、教義として。知ってた？だから日本人ってもともと仏教の輪廻転生の概念とかがあるから、ごっちゃごちゃになってんのね、宗教観が。キリスト教は生まれ変わらないっていう教義だから。知ってたそれ。まあ眉唾に取られるっていうかね、イスラムはキリスト教から枝分かれとは思ってなくて、ユダヤ教からキリスト教に分派したっていう考えで、ユダヤ教からイスラム、まあそのイスラムキリ、なんて言えばいいんだろう、キリスト教とユダヤ教の一括りのカウンターだと思ってるね。まあキリスト教から枝分かれとも言ってもいいし、ユダヤ教から枝分かれ、だから俺は兄弟っていう言い方じゃなくて、いとこって言い方をしてる、ね、うん、そう、ヘブライ人は褐色だからね、うん、間に合わなかった人が油断してると、こういう固有枠もやるもんだもんって。だから毎回チェックしておかないと。逆だよ。でもリスナーさんがうまく振ってくれたから、流れを作ってくれたから話してるだけだよ。うん。亜種的っていうか、取り入れてるから競技を、うん、そう、仏教は本来は輪廻イコール苦しみなんだよ。だからね、さっきもそれ話したんだけど、日本人って生まれ変わってもまた私たち出会いましょうねって、ハッピーなことでしょ。生まれ変わったら何やろうかなってポジティブに捉えてるじゃん。大間違いで、仏教の国じゃんこの国って。でさ、ブッダはこう言ってんのよ、生まれ変わりたくないだろって。悟ったら生まれ変わりの輪廻から外れるよって、みんな悟ろうよって言ってんの。ブッダはこの六道輪廻から外れようぜって、外れたいでしょって言って教えてるのに、一生懸命生まれ変わりたいって日本人言ってんだよ。全然仏教徒じゃないの分かるでしょ。だから大乗おかしいよって言ってんの。そう、苦しみの輪廻から解き放ってあげるよって、生まれ変わらないように僕が指導してあげるって言ってんのに、仏教徒たちが生まれ変わりてえっつってんだから。そう、真逆に解釈されてるの。だから日本人は宗教の根幹を理解してない。もともとブッダの言ったことを何一つ理解してない。現世が地獄いいね。あのね、レフトビハインドとか、あのケイシュって言うんだけど、ハルマゲドンが起こるんだよ。最終戦争が起こるの。要はジハードとか言うでしょ。要はあのイスラム教的に言うとジハードで、キリスト教的に言うとハルマゲドン、アルマゲドンとか言うじゃん。要は世界の終わりの最終戦争のことなんだよ。この用語が違うだけで言ってることは一緒ね。でその時に絶対師ヤハウェとかエホバとか
まあ神様、全知全能の神様が手がすくい上げてくれるの。で、神の国にファッて行くんだよ。全員が。で、神の国で永遠の命で最高の知識と若さを保った最高の状態で、神の国で暮らしますよって言ってるだけなの。神の国が現れる。つまり地獄ってどのこと指してるかって、戦争を行うこの世界のことだよ。だから地獄に落ちるっていうのはないの。あるとするなら、その、まあ、なんつうの、小説だよね。キリスト教を舞台にした小説で、ほら、ダンテがさ、地獄を見るぞ。その中では、地獄っていう描写が出てくる。でもあれは聖書に書かれてないでしょ。キリスト教の世界観にしたさ、ライトノベルみたいなもんだから。そう。チベット仏教はおかしいんじゃなくて、仏教の中でも歴史が古いの、今現存してるのはチベットなのよ。だけど、もともと梵教っていう、頭痛えな。梵教っていう輪廻転生を信じていた宗教が元にあって仏教が取り入れてる。だから現存する仏教の中ではかなり歴史が古いんだけれども、もともとが梵教の思想が強いから。だからチベット仏教で言ってることっていうのが、その本来の仏教だっていうのは間違い。うん、神道はまた別よ。アミニズムだから。自然崇拝だから。輪廻を否定してるんだとばっかり思ってた。輪廻を否定してるんだよ。輪廻自体も否定は本当はしてるんだけどね、うん、だけどそれはね、解釈が難しいから多分戦争になると思う。この枠がジハードになる、うん、米国に聖書の予言を起こそうとしてる政治家いる。あー、イルミナティカードってやつまあいるでしょ。っていうか、キリスト教がずっとそれをやってきたのがこの国の歴史じゃん。世界史じゃん。だって俺らって自然と今さ、西暦って言ってんだよ。俺らの暦ぶっ壊されてるんだよ、戦争で負けて。西暦なんて言い始めたの戦後だからね。俺らももう、あれだよ。そのジハードの中に組み込まれちゃってんだよ。知らぬ知らぬうちにキリスト教に組み込まれてんだよ。へえ、ミトラ教っていうのがあんな。ミトラ教団ってやつか。俺、その辺は詳しくないわ。全然。多分、その、イスラエルあたりで自然発生した宗教だろうね。元になってる原型の。うん。AD ってだってどういう意味だっけ ?AD の意味ってなんだっけ、紀元前。なんだっけ、英語にすると AD って。あ、じゃあ AD じゃなくて DC じゃなかったっけ、なんだっけ。宗教とは何の関係もないけど、日本の妖怪と海外のモンスターに共通点多いのは何でだろう。あ、海外のモンスターってだからさ、ギリシャ神話みたいなアミニズムの頃じゃん。あれだよ、日本の妖怪って神様なんだよ、あれ。アシスタントディレクター、あのドミノって意味の。いや、キリストが死んでからって意味だよね、確か。やべ、頭クラクラ。あ、わかった、低血糖だ。のんちゃん飯食おう。さっきからおかしいと思った。低血糖起こしてる俺。脳フル回転してるから、あの減量中で炭水化物と糖分取ってないから頭使うとクラクラすんだ。なんかおかしいな、頭回んねえなと思って。よいしょ。妖怪って神様だったの？神様でしょ。ビフォアクライシスだ。ありがとう。BC だ。ありがとう、ダルニャン。ビフォアクライスト。ありがとう。紀元前か。ありがとうね。頭が全然回んないよ。休憩っつうかね、低血糖って言って、そう、脳がバグ起こしちゃってる。糖分足りなくて。飴とか舐めないといけないんだよね。糖分取らないと。カッパって神様なのって言うと、その、ちょっとだから、その、語弊がある言い方かもしれないけど、頭回んねえな。え？あ、レッドブルちょうだい。それで補充するわ。翼を授けて。翼を授けよう。レッドブル飲もう。今日3本目だけど大丈夫かな？コーヒー。コーヒー2本取ってさ、カフェイン中毒だよね。じゃあ KP。
糖分取ります、ドーピングします。新年幻想に放送中遭遇したことありますか？何回もありますよ。 YouTube に動画いっぱい上がってて再生数やばいっすよ。例えばもうちょっと話それるけど、心霊現象、多分ね、あの配信者の中で一番多いんじゃないかな俺は。それじゃあ待って、例えばどういうのがあるかっつーと、心霊現象ちょっと待ってね、ほい、ビスコフ食べるか、ちょっと待ってね、2枚あるよ、2枚ある、あ、じゃあ2枚食べちゃおう、はい、ありがとう、ビスコク食います、ケビ、こういうのね、Pさんいらっしゃい、糖分取ります、カフェイン取りすぎだね、あと関慎吾さんとコラボした時のやつも見せようか、もう一個あるよ、シーバスさん、ちょっと待って、慎吾さんとのコラボはどこだ、慎吾さんとのコラボ中にがっつり映ってたのがあるはずなんだけど、あれ動画がないな、ちょっと待ってね、ワドウ、ワドウ、ワドウ、シンゴ、ちょっと待ってね、これか、こういうのもあるね、シンゴさんの、シンゴさんとコラボした時なんだけど怖すぎるだろこれ、こんなのもあるよ、シーバスさん、こんなのもこれはビビるよね、これは、これは笑うでしょ、がっつり呪われてるかんね、だから心霊現象めちゃくちゃ多いよ、この枠、なんでこの枠で心霊現象起こったって思ったの、なんかだから霊感ある霊能力者リスナーからすごい和道さんやばいよって頻繁に来るよ、いや車で運転中なんか映った映ったって言われて嘘だっつって、でやっぱり職人さんから送られてくるのキャプチャーをじゃあがっつり映ってるじゃんっつって、いや俺も霊感ないから分かんないんだよね、これはウケるよね、他にはねそれタイムシフト残ってないんだけど、このポスターが瞬きしたこともあったね、あ今動いた、え今動いたよね、え今唇動いたよね、え今動いたよね、のんちゃん、いや画面の方が今動いたよね、唇、ちょっと待って、ナウ、え今唇動いたよね、画面の方今動いたよね、いや多分今動いたよ、俺画面パッて見て画面の方パッて動いたよ、え動いてない今、今びっくりしたんだけど唇が動いたんだけど、いや今俺が画面見てたらパッて唇がなんかプルって動いたよ、下唇が、錯覚かな、まあ後で検証されるでしょ、いや頻繁に起こるよこの枠は霊現象、あのポスターが瞬きしたことはある、動いた、芸人さん見てた、そうこの俳優さん亡くなってる、もう
これがすごいですね。ヒースレジャー、そうそうそう、大好きな、命がけの演技をした人だよ。口が動いたらどうにもなんないよ別に。そうそう、バットマンのジョーカー、場所的なのよくわかんない。でものんちゃんも言ってたよ、のんちゃん霊感あるらしくて、のんちゃんの乳首が映ってバンになったこともあるね。それが一番怖い。ね、マリモッチさん電話でその体験談話せないですか。どんなことがあったのかさ、電話で説明してくんない。ダメ、それ聞きたいんだけど。ダメ、マリモッチさん LINE 公開してるから電話かけて話してくれない。どんな被害に遭ったのか生の声聞きたいんだけど。聞きたいよねみんなね。どんな信仰宗教にどんな騙され方したのかとかさ、聞いてみたくない？興味あるよね。聞かせてよ。もしよかったら電話で。ねえ。リトルベブル、ほらほら、名指しは良くないでしょ。ねえ、興味深いよね。宗教体験突末やろうか、じゃあ。宗教体験突末。よし。LINE、今 URL 貼る。LINE 交換、あ、今貼るよ。ちょっと待ってね。うん。話したい？やった。それ聞こうぜ。ちょっと待ってね。はい、これです。ぜひぜひ電話かけてきてください。いつでも OK です。どこだろうね、どこだろうね。あ、ゾンビの概念だからでしょ、生き返るっていう。アメリカのやつは、日本の場合は霊じゃん。あ、バカ、ありがとう。俺、信仰宗教体験ないな。うん。いつでもかけてきてください。信仰宗教バスターじゃなくて、俺、あの、伝統で創価学会に取材させてくれってガンガンかけてるよ。いろんな信仰宗教、あの、光の輪とかアレフとかに、あの、カメラ持ってってニコ生時代やってたよ。はい、いらっしゃい。あの、取材したいんですけどって。ドコモ許可出してくんね。取材 NG だよ、ドコモ。アレフダメだった。もともとそういう番組だったの。もともとそういうジャーナリスティックなことやりたくて生主になったんだけど、いつの間にか染まったんだよ。そうなんだよ、取材させてくんないんだよ。だからまあ被害者から聞くっていうのが一番いいよね。実際体験した人から体験談を聞くっていうのがいいよ。あ、お化けじゃないです、僕の彼女です。着信あった。ちょっと待って、今着信来た、リスナーさんからだ。お、どんな香ばしい話が聞けるんだろう、ワクワクですな。さあ行ってみましょうか。じゃあ手はね、あのワイヤー抜いたね、のんちゃん。よし行こう。
開封枠やった。開封枠、手を開けてみた。そう、うん、今多分かかってくるよ。縫ってあるんだ、うん、ムーは信用ないでしょ。もしもし、もしもし、和道です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。あ、一個だけ確認なんですけど、はい。あの、僕の枠で話すことって、あの、YouTube に動画で上がっちゃうんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい。なので、記録が残ってしまうので、はい、自分の名前であったりとか、はい、例えば今から話す宗教団体の名前とか、伏せていただきたいんですよ。その、わかりました。訴えられちゃうんで。はい、で、あと記録が残っちゃうので、そこは後で取り下げてくれって言っても、あの、取り下げることができないので、それを考慮して、はい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 、あの、喋れるだけ喋りまくってもらえると嬉しいです。そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マリモッツさんは何、うん、あの、なんで宗教に入ろうと思ったの？いや、その頃すごい、うん、なんか救われたいっていうのがあって、強くて、うんうん、なんか寂しさのあまりにそういうなんか団体に入ってしまったんですよね。ほうほうほう。それは何、なんか名前は彼氏に振られたとか？いや、全然です。いじめがあったんです、私の。いじめを受けてた、学校で。はい。え、学生の時に入ったの？はい、じゃあ。学校の時に入りましたね。中学2年の時です。今私38なんですけど。ほう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 。中学生の時に入信したの？はい、そうですね。え、何、出会ったきっかけは、その教団と。自分の親友が、と親、その両親が入ってたのを知って、勧められて、勧誘されて入ったんですけど。はいはいはい。ちょっと待ってね、コメント、はい、込み上げるね。はい、あ、院長さん、リスナーさんは自由に好きに勝手に書いてください。僕の責任ではないので、それは。推測はどうぞ。それは自由にやってください、リスナーさんで。はい。なるほどなるほど、うん、そうですね、はい、なるほど。学校でいじめられていたと、14歳の時に。で、そうですね、孤独で、はい、で、はい、その友達の女の子のお母さんとか、その友達が入信してて入ったと。うん、そうですね。え、最初は入ってもいいこと、はい、最初はさ、そのどういうきっかけで、はい、自分からそのちょっと入信したいっていうわけじゃなかったんでしょ？そうですね、自分から入信っていう感じじゃなくて、うん、なんかこの先祖供養をすると功徳がもらえて自分が幸せになれるとかって言われるのを信じちゃったんですよ、私。もう本当に単純に、なんかこれになると幸せになれるとか、うんうん、ちょっと待って、きっかけはさ、はい、どういう入りから入ってくるの？はい、その女友達からつながりが始まるわけじゃん。はい、はい、そうですね。まずは何、友達、ちょっと待ってね、うん、友達になろうみたいな感じになってくるの？はい、どういう感じなの？その自分の親友仲良かったから、普通に自然な感じで入っちゃったん、入っ、なんかもう自然にその中にもういたっていう感じですよね。もともと親友だったんだ、その子だけは。はい、で、はい、何だけど、その子とはもう仲が悪かったんですよね、当時。じめられてて、そのことも仲が悪かったんだけど、急に手紙が来て、ほう、そういうのが来たかった。それ、え、何、手紙が来て何て言われたの？あ、なんか今まで無視しちゃってごめんね、ほうほうほう、仲良くなりたいから、ちょっと日曜日こういうのがあるけど行かないみたいな感じで言われて。それは集会的なこと？日曜日のこういうのがあるから行かないっていうのは、それともそのデートの、デートつか遊ぼうよみたいなこと？そうですね、遊ぼうよで、外で遊んで、その人たちもいたんですけど、うん、旦那の人しか分かんなくって、宗教やってる人たちとは私知らなくって、ほうほうほう、そのな、参加してて、うん、で、なんかそういう集いみたいな集まりに参加しちゃったんですよ。うん、どんなことやんの？はじめましてって言うと。あ、はじめましてって言って、なんかお経をみんなガン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 上げてて、お経、もうやわけわかんない状態で。お経、ごめん、ちょっと待って、待って、お経を上げてんの？はい、はい、あ、なんか、なんて言ったらいいんだろう、初めての時は、イメージよ、イメージだけど、じゃあ、初めての時の話よ。はじめまして、つって、はい、え、何々ちゃん、入ってよ、つったら、はい、南妙法蓮華経とか、爆音流れてたらさ、ちょっと帰るわってなるじゃん。なんかそういう人いたんですよ、中には。その中には、はいはい。ちょっと待って、はい、会話、急がなくていいから、ちょっと俺の質問に答えて。はい、初めて手紙をもらったと、はい、仲直りしたいと。
で、その時に、ここに遊びに行こうよっつったら、ガラッて開けたら、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経かわかんない、そういう感じなの？そんな感じですよ。それもありますよ。はい。え、あ、それもありますって、どういうこと？それも？え、違う違う、一番最初の、はい、そ一の、番最どう、初はそれじゃなかったけど、そう、一、違う違今う回。違う、一番最初を聞きたいのよ。あ、要は、一番どう最騙初でさすれてね。いくのかっていう過程を知りたいの、俺は。はい。食事会みたいなのに行ったの、来ました。最初は、はい。食事会みたいなのに行きました。はい。それは全員信者さんなんでしょ？そうですね。あ、それお全然わかんなくって、ただ食事をできる場所だと思ってたんですはよ。いは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 い。もうそこが事前に騙されてるんですよね。なんか なんか食事会だって勘違いして、なるほど。なえ、んだろう。その時には宗教の話はしないの？しないですね。しなかったですよね。まずはじゃあ、その食事会っていうダミーの会で、みんな信者なのに、みんなご飯美味しいよねとかで、フェイクなんだ、それは。雰囲気で、なんか。で、それをで、何だか、んだんだんだん、それを何回ぐらい通うの？食事会に。食事会は1回だけでした。え、で、そっから、どう？その宗教の方にシフトしていくいや、2日目か3日目に、の？お経の本をもらわれて、これ読むといいよみたいな感じに。で、わけが分かんなかったん だよでね。すね、なんか。いきなりお経なんかを渡されもんの？う、渡されました。経のお経本みたいなの、ほうなんかほう。あるじゃないですか。なんか、数珠とか。いや、俺らは知らないから、お経本っていう、その数珠とかお経が、そう、届けられたことはないから、俺らはわかんないよ。あるじゃないですかって、皆さんご存知のみたいな感じで言われてもわかんないよ、全然。そうですね。ほう、そうなんだ。で、読んだの？まあ、それ。食事会、読みました。あ、じゃあ優しいんだね、結構。その、真に受けるっていうか、じゃあ、ちょっとこれパワーストーンみたいなノリで、そうですね。数珠をつけ始めたんだ。そうですね。そんなおお。感じですね。その時は何？違和感とかなかったの？違和感。なんか変な感じはしたんです。まあいいやみたいになっちゃったんですね、自分の中で。ほうほうほう。もうどう、まあまあまあ、いいそうやだよでね。なっせっちゃっかくできて。た友達っていうかね、つながりだそうでから。すね。そう。で、まあ、でつけも、て。で、次はどういう展開になるの？で、日曜日、こういうのが、集まりがあるけど、行かないって言って、だんだんなんか、食事会だけだったのに、なんかおかしいな。なんか今日の数珠とか、本とか渡されて、まあ、とそのかっ時点て。でだんだんおかしいっていうのに気づくんだ。そう、数珠とそう。だそけの。ど、やってていいことなのかなっていう心ほの中の、う。ほう。自分のその、なんか、いいのかなっていう心とか悪いのかなっていう心もあるから、半信半疑どっなんだね。ち、そう、半信半疑なんですよね。それは何？それで、その人たちが良かったからそう思えたの？そうですね。やっぱあ、最いい初は人っそうでぽしい。たね。いい人っぽいから、なんか良さそうだなみたそいな。でもなんう。か変だなみたいな。それこれからですよ、変だっていうのが分かってきて、いいもうやね。めたい、やめたいっていうのが続いてえ、ちょっと待ったんて、ですね。その新興宗教にはどれくらい通ったの？結局、トータル。中2から22歳までですから、がっ中2って言ったらつり812、年。13、8年間？8年です、8年ですね。がっつり通ったね。で、まあ、初日の体験談じゃあ聞かせてよ、初日の体験なんですか。食事会ではない方ね。食事会ではない方の体験談はもう、お経の嵐を、お経の嵐っていうか、お経を読んでる、なんか、感じのが、それはお寺っすぽごいとい、ころなお寺っていうか、なんか、すごい、神棚が目の前にあって、神棚？仏教なのに神棚なの？神棚とか、なんかこう、掛け軸とか、掛け軸？どんな掛け軸？お釈迦様の掛け軸に、弥勒菩薩像の掛け軸に、あと、なんだっけ、あれは。なんか、菩薩様の掛け軸がかかってて、真ん中に天照大神の掛け軸がかかってて、なんか、掛け軸が3個くらいあった神棚があるんですよ。なんか、どれそくんらいのな大きさなの、の？その神棚は。
すごいでっかい神棚あもうダーンって神棚があって、そこに天照大御神、はあ、まあその如来とかの、そう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 、ほうほうほう、なんか お寺っていうか、なんていうか、なんか線香あげるところもあげるっていうか、なんかこう置くところもあったし、うん、なんかちゃんと鐘鳴らすのもあったから、うん、見た目はお寺っぽい感じなの、俺らが知ってるお寺の、それともなんかどっかのマンションの一室、それお寺はマンションみたいなにも見えるけど、でもなんて一軒家の中にそういう場所があったんで、うん、うん、なんかなんて言ったらいいんだろう、うん、うーん、お寺のような、お寺じゃないような綺麗な場所みたいな、うーん、なんて言ったらいいんだろう、畳の和室っていうか、あ、畳なんだ、え、ね、何人ぐらい入ってんの、はい、その集会には、その集会はほとんどなんか家族でやってる人たちが多くて、人数的には 2,30 人くらいなんですけど、結構いるね、はあ、でももっとそれが、うん、なんていうのかな、大きい大きい、もともとが大きい団体だから、すごい、うん、もう集まる、でっかく集まるところもあったし、でっかいところで何人ぐらい集まるの、うん、あ、もう500人600人700人は集まりますね。ちなみになんだけど、うん、俺のイメージだとさ、お経って聞くとさ、そのお坊さんが真ん中に座っていて、はい、その木魚があって、それでこうポクポクってやりながら、はい、そのお坊さんが唱えるのを聞くって感じだ、こうやってやりながら、そういうこと、その大音量で、そうですね、どう大音量、お坊さんはいないんですけど、なんかみんなでこう口合わせて唱えるんですよ、大音量で声で言うってこと、はい、声で大音量ってもう張り叫ぶ感じで、そうですね、張り叫ぶっていうか、張り叫ぶまでいかない程度なんですけども、大きい声みたいな、合唱コンクールみたいな、合唱、そう、合唱するんですよなるほどなるほど、うん、おそれをもうその時、うん、どれくらい続けるの、何分ぐらいやんの、いや、もう1時間、1時間ずっとやんの、それを、はい、1時間ずっとやりますね、うん、え、だってそれ、はい、いや、初日の時点でなんで変だなって思わなかったの、いや、なんかこれっていいことあるのかな、やってみなきゃ分かんないしみたいな、簡単に思っちゃったんですよね、私もバカだから、まあまあまあ14歳だからね、うん、純粋なところを利用されたんですね、私が思うと、だから、うん、大人の目線じゃない、うん、子供のなんか、うんうん、でもさ、今聞いてるだけだと別に被害に遭ったっていうかさ、うん、話聞いてる分にはそう1時間毎日、あの毎週日曜日に1時間、はい、そのストレス発散したって捉えることもできるわけじゃん、うん、そう、そこからどうなって、それプラス、そう、それからなんですよ、お金が絡んでくるんですよ、うん、おお、面白いね、うん、お金なんですよね、結局宗教も、うん、私お金がいらないと思ってたんですよ、うん、お金がいる宗教はみんなお金いるんですけど、いると思うのはもう今分かってんですけど、経験したから、なんか、うん、お金を払うんですね、会費を、一人でいいんだと思ってたのに、ちょっと待って、はい、初日に会費をよこせって言われるの、はい、その大音量でさ、はい、1時間唱えたんでしょ、大きな声で、はいはいはい、そしたら帰りに、あ、1500円みたいな感じなの、うーん、1ヶ月の会費1人分と、あと家族の方も入った方がいいからって言って、なんか家族の分も月末に収集されるってこと、はい、そうですね、え、だって14歳だよね、はい、え、いくら払えって言われたの、1人、あ、1人500円だもんね、家族が私5人いたんで2500円払いました、うん、なんか微妙なところだな、月500円か、うん、はい、あ、1人500円で、うん、で家族分も払った方がいいよみたいな、でも聞いて、いい、俺この前ね、はい、この前、はい、なんか真っ黒い54歳の筋肉ムキムキの人が、はい、なんかちょっと飯食おうって言って、飯食って仲良く、その時はご飯食べるだけだったの、楽しく話して、あ、いい人だなと思ったんだけど、はい、今度集まりがあるって言って、なんか若手の、はい、なんかインターネット生放送する人10人ぐらい集めて格闘技やって、はい、あの
会費2000円つって俺も払ったわ。格闘技やっただけなのに。そう。ああ、やっぱ宗教だったのかな、あれ。怖いね。ちょっと怪うん。しいですね。怪しいなんね、ちょっかとね。格闘技だからってお金。あれ宗教だったんだ。うん、なんか場気を所、つけた方がいいで気すをね。つけたその方がいい今もね。そういうのありますからね、なんか。うん、どこの深夜食堂かな。まあいいや、ごめんね、話終わって。どこまで行ったっそけ？れでまあお金500です円、よでね。も月500円でさ、別にそんな高いって感じはしないけど、俺は。で、うん。高くないようで、せびってくるんですよ、払えないと。もう払った方がくどく出ないよ、みたいな、子供心を、なんか、ちょっと、なんか、くどくなくなっちゃうよ、みたいな、いいことないよ、みたいな、地獄に落ちるよ、みたいな、そんなこと言われたんですよ。功徳ってあれだよね、苦しみ徳だよね、そうです功徳。ね。おお、何、なんそれはか、500円以上かかんなかったの？いや、なんか、もういろんなのにお金がかかってるのが後から出てきちゃったんですよ。お経本のお金も後から払ってくださいっていうのもあったで、し、あれ、中学生の。プレゼントじゃなくて、何？そう、数珠と、あれは、買えと。リーそう、スだと。買えって言われました。いくらだったの？いや、もう3、4千円しましたね、全部揃えるのに。まあ、でも、可愛いもんなんじゃないの？その本とか、ね、俺、浅井さんの本買ったけど、3500円だったよ。本とかそういうのはね、純まあ粋にまあ信まあ。じるべきですけど、もうなんか、何にも分からなくて、ただ幸せになれるよ、あんたやめたら地獄に落ちるわよ、みたいな感じになんか言われると、私本気にしちゃったんですよね。まあ中学の時純粋だったからっていうのもあったけど、なんか、本当になんか、下手な話、なんか幸せな天国でもあるかのような言い方をされたような感じで、それに騙された私も悪いんですけど、まあなんか、でも100万とか損したわけじゃないでしょ？毎月の500円と数珠とお経の本だけでしょ？いや、これからどんどん額が増えますよ。お本当になんか、高校生になった時も、お、お導きをしなさい。お導自分だけき。が幸せになるんじゃなくて、人を幸せにしなさいっていう、なんかそういう教義教えなの。があって、そういうなんか教え。人も幸せにすると自分も幸せになれるとか言って、そういうことを言ってきて、またどん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 こう中に、もう本当になんかマインドコントロールですよね、なんか。何？じゃあ友達の分も500円って追加されていくってこと？そう、家族5500人円分。で、そうそうですよ、追加されてきます。何？その人は入ってるわけじゃないのに、じゃあ学校の先生の分とって500円とって、どんどん、何？そのリスナーさんの周りにいる人たちの分を払っていくの？どんどん。そうですね。トータル、マックスどれくらいまでいくのよ？だそんなこ私と、は月々1万円以上払ってました。20人以上の幸せ願ってずっと。そうですちなみにね。それ誰なの？その家族4人と自分で500、2500円じゃん、500円で。いすや、げえシステムだな、友すご達。いです、すごいですよね。クラス全員導いてるみたいな感じがありましたよ。クラスの女子は私が守るみたいな。そうででもすそれね。言っなんて、か、言わないんでしょ？裏で勝手にやってるんでしょ？そうで自す分のね。行為で。おー。まあ、毎月でも高だん校。だん私も嫌だな、やめたいなっていうのが心の中であったんですよ。いつぐらいからあったの？もう高校2年か3年の時から出てきて、もうここから抜け出したいっていうのがあって、もうあなた辞めたら本当に地獄に落ちるよっていう、ずっ脅すんでとすよ、なん脅か。されるんだ。脅ほうされますね。ほう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 。完全にマインドコントロールされちゃうんですよ、本当に。ね、なんで辞めなかったの？そう、8年間。だって3年後にはもう辞めたかったわけじゃん。で、それお金でしょ？もう毎月1万円も、なんで私、そうですね。1週間に1回大音量で1時間お経を唱えて、毎月1万円払って何やってんだろうってことでしょ？そうですね。親には言わなだかったから、の？言ってました。親はもう、親はもう、
すごく叱ってました、私を。そりゃそうでしょ。うん。なんで抜けないのって言っても、いや、そお導きをするんだって。う。うん。親に言うの恥ずかしいとかなかったの？もう、それもありましたね。でも、半分信じちゃってるのもあったし、辞めたいっていうのもあったし、もう心の中ぐる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 しちゃって、相談もしないで、もう、ただ怒られたけど、幸せになれるよ、でも、辞めたいけど辞めれないから、みたいな感じで、当たっちゃってたんですよね、親あ、にもうは。八つ当たりなんかだ。そういう八つ当たりしちゃってて、もうどういうふうに表現すればいいか私も分からなくて、その時なは。るほど。ちょっとごめんね。ちょっと待ってもう、もらってもいい？はい。お前ら地獄に行きたくなかったら花火投げて。みんなで導こう。幸せの守りたい人がいる分だけ花火投げてください。ごめんね。ちょっと俺もちょっといろいろあるから。ちょっとお導きをしないといけないから。リスナーさん、ここにいる200人をちょっとお導きをさせて。ごめんね。ほう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 。でも、まあ、その頃はさ、結構盲信的というか、始めたばっかりの頃は、もう、どっぷりハマってた感じなんだ。どっぷりハマってましたね。ああ。それは何？やっぱり幸せになれるって本気で思いました思ね。ったんだ。ピュアだったんだね。そうですね。で、友人の言ってたことにも信じてたんですよ。どんなこと言ってたの？絶対幸せになれるとかって、絶対嘘ついてない私は幸せになれるって言ったんですよ。この供養をしてたら絶対幸せになれる、絶対本当に幸せになれるってずっと言うもんで、本当かな、本当かなって、それを胸の中にすごい打たれ、弱かったのか知らないけど、すごいなんか打たれちゃって、響い自たん分だ。が響いちゃって、なん泣いちかゃっそれた、信じちゃっ嬉て、しくて。泣いた時もありましたね 昔ですけど、なんかそんな自分がもう今ない、嫌ですね。それでなんかちょっと昔そういうことがあったことでも、もう今完全にやめてるんですけど、もうなんかそういうことあった自体がものすごいなんか嫌ですね、今でも今はもう良くなったんですけど、その頃の自分がすごい嫌ですね。で、最終的にやめようって8年後、やめたのはもうどうなったの？どんな感じなの？いや、半分ノイローゼ気味になっちゃって、金はもう結構お金もきついじゃないですか。なんかいろんな道場とかにも連れてかされたんですよ。どうぞ。なんかそういう宗教団体の集まる全員合一宿み本たいな。ない合宿みたいな、そういう道場に行って集まって、どんなことやるの？大音やっ量ぱでり大も音量もうなんだ。何百人っていうあれで、声 バーンっ人数て、多いバージョンだ。人数多いバージョンで音を上げ700たんで人すで。よ。そうですね。そういうのを上げて、本当になんかすごいなーなんて、変な価値観を持っちゃったりとかして、ああ、感動したんだ、その時は。こう、感動しちゃ来ってたよりかっとかたもみしたたいりしな。たんです。そう。だけどなんか、でもなー、やめたいなー、なんか本当幸せになれるのかなって、幸せっていうのが分かんなくって、幸せになれるよって言うけど、本当にその時はなんか、それで楽しいことが毎日あるのかなとか、なんかそういうふうに単純に思ってたんですけど、でも抜け出したい、なんかそこの抜け出したいっていうのは、やっぱりお金を払っていくじゃないですか。自分がすごい、それで生活もしてるから大変なんですよね。そりゃだそうでかしらょ。厳しくなって、すごい焦ってくるし、なんかもうやめたいって限界に思ったのが21の頃で、何？それはきっかけがあったの？その恋人ができたとか、いなんや、か。私一回若い頃、今静岡に住んでるんですけど、東京に上京したことがあって、ほう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 。もともと静岡で東京に上京したの？そうですね、で、その頃、東京教に、団と離れて脱洗脳したってこと？東京で離れて少し距離ができたんですよ、宗教との。そうだよね。まあ、振り込みで500円は払ってたんでしょ？でも。そうですね、そんな感じです。お経は途絶えなくてよくなったけど、会費は払い続けたんだ、1万円は。で、最終的に
正直にもう自分の気持ちをさらけ出してなかったから、その相手の方に、その、まあ、そこの県内の支部っていうか、そういう集まってるところに、辞めたいですっていうのを、正直自分の気持ちをぶっちゃけちゃって、もうここにいるのも、もう嫌だと、お金もない、嫌だし、払うの嫌だしっていうのも言って、でもすごい勇気がいったでしょ。勇気いましたね、すごいねえ。もう自分からしたらさ、もうなんつーの、うん、一番勇気がいったことだね、人生で。そうですね。おお、うん、そしたら相手どんなリアクションだったの？リアクションはもうかなり逆切れしてるんですよ、向こうは。やめちゃうのかみたいな、やめたらもうないぞみたいな、人生、お前の人生ないぞみたいな言い方されて、なんかさ、その中で仏像とかさ、なんか なんだか分かんないけど、なんかその高額な、最高額のグッズとかあんの？信者がもう絶対あれ欲しいみたいな、 あれ持ってんのみたいな、そういうのはあんの？なんかそう、お前その経典300万のやつじゃん、すげえみたいな。なんか掛け軸とか、はいはい、全部その仏壇じゃないけど、あの神棚の神棚のすんごいでっかい、うん、なんかセットものとか、そセットとかになるとすごく高くつきますね、うん、多分あれは。大体いくらぐらいなの？俺らほら相場が分かんないから。相場は、いや全部揃えたら、うん、4、5万はいきます。多分、あ、もっと行くのもあると思うんですけど、それでも4万5万ぐらいの、はいはい、あ、数百万とかだと思ってたから、意外とリーズナブルだ。なんかね、500円っていうのも俺の中でリーズナブルだし、うんうん、意外と良し。だけどなんか私の中ではすごい、うん、なんか500円って安い感じがするんですけど、何十人分も払えって言われるとちょっと桁が違うだろうって。まあまあそうだよね。そう、そういうのがあって、うん、なんか、うん、逆になんか建て替えをしろとかもあったし、建て替えの導いた人の分も全部建て替えしろっていうのもあったから、結局おかしいんですよね。建て替えしろって何？どういうこと？結局はあの相手が払いたくないのを代わりに払う、代理として払うっていうのがあって、なんか導いて勧誘した人も、あなたが親っていうか導いた人なんだから、うん、その人のお経本とかグッズ全部揃えてやるのも。なるほど。だから最初にもらったじゃん、数珠、うん、とお経本。そう、それはその子が建て替えてたってことだよね、多分教団からすると。あ、そうだよね。うん、だから本当どうしようかよくわかんないんですよ。なんか本当に幸せにしてくれてたのかもわかんない、幸せじゃなかったから。今わかんないってことはまだ半信半疑なの？なんかちょっとは幸せに貢献したでしょっていうのはどっかにあるの、自分の中で。あの子たちのあの頃がよく自分でも、まあもう本当信じきっちゃってるところが、ね、え、先生、今よ、今振り返っても、あの8年間の中でちょっとは私この人に幸せにしたいよなっていうのは微塵でもあるの、うん、あ、正直ちょっとそれはありますね。なんか幸せ私の祈りで、いやいやいや、正直で嬉しいよね、うん、そうだよね、うん、だって1万円分ってことは25人何人だ、20人か、うん、自分含めて20人分8年間祈り続けたんだもんね。そうですね。それはちょっとぐらい幸せになってくれないと割に合わないよね、うん、そうですよ。やるせないよね、うん、はい。そうだよね、やりきれないよね、うん、やりきれないです。実際でもそれをやり続けてよかったったところは少しでもあったの？その例えば彼氏ができたとか、うん、学校の勉強が良くなったとか。あ、学校の勉強は良くなりました。なったんだ。なんだかよく分かんないけど良くなりました、うん、学年で20倍以内に入りました、うん、私。うお、すごいじゃん。はい、それで、うん、よかったんですけど、それが本当に果たして、うん、まあそうだよね、それが功徳かっていうのも分からないし。あのね、プラセボ効果だよ。要は私は幸せになるなるって唱えてるから、なるんだよ、そういうのは。思い込みの強さなんだよ。そう、功徳かどうかじゃなくて、人間って思い込みでそういう風になれるから、はあ、うん、でもね、学校の成績良くなったんだったら良かったじゃん。
そうですよね。でうも不思議なんですよ、その体験が、良ん。くなった体験が、うん。果たしてその神の力なのか、うん。自分の力なのか、周りのバックアップで自分なっのてるの力か、だとか、いろね。いろ力です自よ分のね。力ですね。うん、神の力とかって 思って、今もちょっと疑ってるところもあるんですよ。ちなみになんだけうどね。ちなみになんだけど、その8年、21の時に抜けたじゃん。で、抜けてからの話なんだけど、ちょっと凹む時もあるじゃん。落ち込む時も。そうですね、ずっと落ち込んでましたね、私。もうなんか奪われたっていう感じがしますもん、おあ、自分金で辞めとちゃった。あ、違う違う若い違う。そういうことじ時ゃなくの。て、21歳で抜けたわけじゃん、教団は。で、それから別件で、寂しかったり苦しかったりすることあるじゃない？人間って。そういう時に、引き出しを開けて、お題、なんだっけ、経典を唱えたことあるの？抜けたのに。あ、燃やしました、私。おお、もあ、じゃあ、きっぱりもうやめたんだ。う、きっぱりやめました。ほうもう、ほうほうほう。でも思い出すことは頭の中でも、お経本に唱えて、お経本の、お経が頭の中浮かんできて、読んでたりもする時もあったんですけど、あ、忘れなきゃ忘れなきゃっていうのもあったけど、なるほどなるほ忘ど。れられなく、もう忘れるにすごい時間かかりますね、あれまあは。そうだよね、長い8時間年やっ間てたやっもてんたんで。だよね。なるほどね。それから一切宗教はやってないの？もう他の宗教は。てないですね。やってないですね。でも、でも。宗教は入ってないですね。入ってないです。でもっていうのが気になったんだけど、でも、ちょっとそれに勧誘されるっていうのはあったんですけど、断ったっていうのがあっなて、るほど。創価学会なんですけど、勧おお。誘されて、ちょっと、本当に入らされそうになっちゃって、え、でもいいや、返す、ごめんって言って返しちゃったんですよ、全部。なんか、そういう、お経とか、数珠とかも、なんか、創価学会で用意してくあ、れ創て、価学会も同じパターンなんだ。やっぱりプ レゼンそトうでからす入るんね。だ。そう、プレゼントで入りますね。なるほどね。あ、リアルな体験だね。そうですね、リアルです よ。リアもうル。それはすごい、中学生の時にやった宗教とは創価学会は違うんですけど、まだ創価学会はまたちょっとか違うのかな、なんかよくわからないですけどね、私、入ってないか、まあ入らされそうになったけど、すぐに返しちゃったんで、なるほど。宗教はちょっと、もうこりごり。こりごりですね。なんか、日本の宗教と、まあ外国の宗教と違うと思うんですけど、日本の宗教ってちょっと、って思うのがありますね。なんか、勧誘からやっぱ来るんですけど、まあ勧誘は良くないよね、やっぱりね。ね、なんか、そう、なんて言ったらいいのかな。これを言えば幸せになるとか、これをその通りだよ。すれば幸せになるとかっていうのはないと思うんですなよ。いよ。みんな分かってるよ。本当にないよ。ね、分かってますよね。多分ここにいる全員ないって分かってる。分かってますね。多分ね、もっと言うなら、多分教祖様が一番ないの分かってると思うよ、そこの宗教の。ないです。変な価値観ですね、本当。変な価値観っていうか、なんか変なおし、なんていうのかな。そものをみんなこう信じて、それがそうなるっていう考えを信じちゃってるっていうか。あとね、群れると人間ってほら、みんなが信じてるんだからっていうのあるじゃん。なんそうつうでの、す同ね、調ありますね。心理みたいのね。OK。ありがとね。素敵なお話を聞かせてくれて。他になんか言いそびれたことはない？大丈夫？語り切っ大丈た？夫です。語りきりました。 OK。お題目とは別にね、幸せになることを願ってますよ、僕は。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。失礼します。なんか俺、毎回こういうの聞いてて思うんだけどさ、いい人なんだよね。多分、いい人が騙されるっていうかさ、人が良さそうだもんね、なんか。周りにいる人、ありがとう！花火ありがとう！
徳明さんありがとうございます。和道橋はね簡単です。花火をじゃんじゃん上げると僕が儲かるんです。はい、トトありがとうね、さっきね。はい、いいですか、花火をバンバン上げてください。上げれば上げるほど僕が幸せになります。みんなのことは知りません。僕のことを幸せにしたい人は花火をじゃんじゃん上げてください。よろしくお願いします。信者のことは知りませんが教祖が幸せになります。いや、なんか人が良さそうだったもんね。うん、正直だろ。うん、はい、僕を幸せ、ありがとうございます。みのめさんありがとう。いやー、ありがとうね、トトね、空気読んでくれて。うん、匿名さんもありがとうございます。はい、あの競争を幸せにするっていう逆システムだから、あのゲームと一緒、餌をあげるとどんどん超えていくっていう。断れなかったっていうか、なんだろう、やっぱり迷ってる時期だよね。迷ってる時期とか悩んでる時期とかに、そのなんていうのかな、そのやっぱなんかその友達が欲しいとか承認欲求っていうのね、マズローの5段階欲求説だと承認の欲求っていうんだけど、人に認められたいっていう欲求があるの、人間には。だからそこにつけ込んでくるっていうのはまあ多々あるよね。うん、でもちょっと意外だったのが、その1人500円であったりとか、本とか多分数万円するんだろうなと思ったら、あ、本は3000円ぐらいです、数珠は2000円ぐらいとか、あとなんか掛け軸とか俺数百万するもんだと思ってたのよ。そしたら、全部揃えてすごい高いですよ、4万円ってちょっとなんかリーズナブルだったね。そこは面白かったかな。まあでもそういうのはほら、なんて言うんだろう、やってる人でさ、それが幸せだったらいいわけじゃん。だから別にやってて今それをやってる人を俺は否定はしないけどね。いや意外とリーズナブルだったよね。そう、俺も200万とかさ、掛け軸50万とか言われるのかと思ったら、全部で4万円は結構安いなみたいな俺ちょっとそれ買いたいもんね。ああ先にちょっとお疲れ、風船ありがとう。金額が妙にリアルだったよね、なんか手の届く範囲だから。あれじゃない、その教団の方もそんなに金儲けとか信者増やそうっていうよりは、なんかその本当にその500円でやっていく感じじゃないの。ステッカー1000円の方が恐ろしい。バカ野郎、これお前1000円で売ってんだぞ、こっちの方がよっぽど悪質だよな。ねえ、会費500円どころじゃないよ、俺ステッカー1000円で売ってんだよこれよくよく考えるとやべえ宗教だよな俺。これだってもう何百枚売れたこれ1000円で売ってんだよ、俺の方が悪どいじゃん、やべえな。パーカーまだ新しいの作ってね、パーカー5000円とかさ、悪徳だな、みんな気をつけてね。だって俺便所さんに言われたもん、ワード、さすがにそれ1000円はやりすぎだよって、バカお前、ヒカルくんみたいに500円とか700円でやれよって。原価26円、あ、違う、もっとかかってる、32円、原価32円、原価32円です。悪徳だな、ワンコイン宗教の方がよっぽど良心的じゃん。いや、ボロ儲けですよ。あ、絶賛発売中なんでね、ステッカー欲しい方は、DM か LINE ください。はい、和道ステッカー。何のご利益もありません。はい。そこが俺のいいところだよね。何のご利益もご利益も、くどくもないし、何もないです。はい。導くこともできません。はい。1000円です。よろしくお願いします。500円でも高い。いや、これ結構、デザインもいいし、ね、これ。結構、いや、質は高いんだよ、俺のステッカー。布製なんだよ、これ。結構作りはいいって評判だよ。ちゃんと、業者に頼んでるんで。結構、導かないのが売りだね。ぜひぜひ。ご利益はないです。はい。ご利益もないです。ありません。はい、俺にはあるよ。1000円で売れたらすごい、コンビニ弁当1個買えるからね。タバコも買えるし。俺が幸せにどんどんなるっていう。すごいシステムだ。
あのね、意外なんだけど赤も売れてるんだよ。で今度あのサバゲーの第2弾サバゲーのやつ作ろうかなと思ってるね。今のところ2種類、捨て頃と和道の2種類です。で今度サバゲー和道バージョンも作ろうと思ってるんでね、ぜひよろしくお願いします。捨て頃と、黒、赤と黒です。うん、リスナーの小遣いは減るけど幸せそうな俺を見て何かを感じてほしいね何かを感じてほしい。全然導かない、うん、全然導かない俺は、うん、食い物どころかね、あのパチンコ台になりますからねあの覚悟しといてくださいね、1000円払う人は、うん、いや買ったら地獄に落ちるんじゃないのわかんないけど買わなかったら何もないだけでしょ。さっきの話とか全然、俺もだからやってること考えたらやばい宗教だなとか思ってきたよね。俺の方が全然悪どいじゃねえかよっていう、うん、びっくりするよな、いやー、でもなんつうんだろう、その宗教被害ってもっとひどいのかなっていうイメージだったから、まあ確かに本人辛かったんだろうけど、なんだろう、今乗り越えてるんじゃないかなっていうの、そんなに被害額なかったんじゃないかなと思うね。うん、そんな感じしなかった、印象として。なんかいい勉強代だったんじゃないのっていう、うん、理数系大好きだよ、理数系大好きだよ俺。新興宗教はもともと批判的じゃないもん。だから俺ほら、エホバの証人と、エホバの証人とか、シルバーバーチのレイ君とか、あとなんだ、さっき見せようと思ったんだけど、幸福の科学とか創価学会とか、いろんな、あった、そう、あった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 、発見した、これで、あれ、これ違うわ、これはね、これはね、幸福の科学じゃなくて、どこだったっけな、これ。これどこだっけ？ちょ、待ってね。あー、俺はね、みんなに見せたいのは、あれなんだよ。幸福の科学の冊子がめちゃくちゃ面白いんだけど、これはどこだったっけな？あ、これはエホバの証人かな？物見の塔、物見の塔ってどこ？物見の塔、聖書冊子協会ってどこだ？これエホバかな、これエホバか、なんかね、その新興宗教であったり宗教の冊子とか集めてるんだよ、コレクターなの、うん、これはどこだったっけな、うん、これ白い二人組はどこだっけ、あのブラジル系のね、なんだっけ、これどこだったっけな、あ、これエホバだ、エホバって書いてあるわ、うん、これエホバの証人だ、好きなんですよ、これエホバだ。モルモン教からも聖書もらったことあるよ、集めてんの、そう、新興宗教とかいろんな宗教的な、いっぱい部屋にあるよ。バカプレゼントありがとう、神さん風船ありがとう。もともと批判的っていうか、むしろ新興宗教大好きだからね、新興宗教フリークだから。全部読むよ、もう俺信者より熟読するよ、すっげえ面白いんだよ。あー、ちょっと待って、やっぱ探そうぜ、ちょっと待って、めちゃくちゃ面白いんだよ、特に幸福の科学の冊子なんかもうすげえんだから、何回読んだか、ちょっと待って探してくるわ、もう語りたい、
ほら、また聖書出てきた。ほら、また聖書出てきた。これは Q ちゃん牧師のところね。部屋の中に聖書3つもあるってすごいだろ。みんなある？聖書が3つも4つも出てくるんだよ。聖書がいっぱい出てくるんだよ、俺の部屋。これ多分 Q ちゃん牧師のところだよ。大好きだよ。これだからカリスマ派の聖書かな、こっちは。大好きなんだよ。あー、幸福の科学の冊子どこ行ったんだろう。すげえ、一番面白いの幸福の科学なんだよ。もうエルカンターレとか。だからそのさっきのリスナーさんの宗教のお経本もちょっと欲しいもんね。どこ行ったんだろうな、あれ宝物だったのにな。どこ行ったんだろう。俺の幸福の科学の本がないんだよな。あれすげえ読んだんだよな。俺が一番読んだんじゃないかな。最低3回どころじゃないね。幸福の科学に関してはもう本当にめちゃめちゃ熟読したんだよね。めちゃくちゃ面白いんだよ。そうかも、科学も仕事で施設入ったことあるけど、外部の人間にはめっちゃ丁寧、悪い印象を抱かなかった。いや、俺だからほら、取材させてくれって創価学会に電話したけど、すっげえよ。上場企業の受付よりも電話対応良かったよ。本当に、やっぱ、本社に電話したんだけど、本社っていうか本部っていうのかな。創価学会は、今まで聞いた電話対応の中で一番丁寧だったよ。生放送させてくださいっていうさ、冷やかしみたいな内容だけど、ちゃんと上層部まで繋いでくれて、もうすごい電話対応良かった。びっくりしたもん、俺。で、なんかね、光の輪はちょっとライトだったんだよね。なんかお姉ちゃんが電話出てきて、あー、今女優さん忙しいんすよー、みたいな。フランクなの。なんかベンチャー企業って感じがしたね。割と普通なの？割と普通なの、聖書がいっぱい出てくるって。あ、そうなんだ。中学の時、理科は70点、80点ぐらいで、数学は97点以下取ったことなかったの。だから理数系だよ。俺、多分。ちゃんと、勉強してたならね。いや、大川隆法、俺、天才だと思うよ、あの人。めちゃくちゃセンスあるよ、大川隆法。自慢するようなことではない。別に自慢してないよ。だって、マチャミがだって一番広告通るでしょ。奥さんの守護霊ナイチンゲールって言ってたのに、別れたらやっぱり娼婦だったっていう。エルカンターレめっちゃ好き。そんなのあんの？いや、センスめちゃめちゃあるよね、大川隆法は。宗教学っていう学術体系では学んでないっすね。本を読み漁って、だからこういう本とかを読み漁ってる。宗教系の本持ってこようか、全部。これでしょ？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 宗教系の本、ちょっと待ってね。宗教と自己啓発ばっかりな、これでしょ？これでしょ？まあこれの倍ぐらいあるかな。多分 寝床にあるからこれの倍ぐらい蔵書ではあるけど、実家にはもっといっぱいあったね。30冊ぐらい読んでたかな。なんか面白いんだよ宗教って。副産物がだからそうそう配信のネタになったっていうだけで、無神論ではないよ。俺はだからさっきも言ったけど、自分の答え、いろんな宗教を見た答えが、だから神はいない、神はあるっていうのが俺の体感だね。
うん、その体験と知識を統合して、言葉で言うなら神はあるだね。俺の経験は知ってるよ、知ってる知ってる、うん、そういうもんだと思ってるけど、要は神を現象として捉えてるね俺は。だからそうすると聖書に書かれていることと仏教のダルマの概念が統合できるんだよ。そう、神はある。だからあれだよ、聖書読むと神はあるってずっと出てるんだよ。いるって書いてないんだよね。うん、完全な無宗教だね俺。お墓ぶっ壊せるし、その先祖の写真にやらないけど別に破ったりとか唾かけてあるとかはできる。現象ってアッラーやな。あ、アッラーは現象って言ってんの。あ、じゃあだから全部統合してやっぱそうだよ、うん、神は存在しないとは思ってない体感的には、うん、神はその現象としてあるっていう感じかな俺の中では、うん、だからそのそうすると気づいた人だけ見える、見えるっていう言い方がおかしいんだけど気づけるって感じかな、うん、それが俺の答え。まあ別にみんなに押し付けるつもりはないよ、うん、だ神はいない、神はあるっていうのは一番しっくりくるな。信じる者は救われるっていうか、俺はそのイエス・キリストは何を発見した人かっていうと、引き寄せの法則を一番最初に作ったのが俺はイエス・キリストだと思って、体系化って、あね、多分ね、イエス・キリストって自分が神だと本気で思い込んでたんだと思うよ、あの本当の本当に、うん、だからまあ神になったわけじゃん、うん、俺はワド俺はスジャータと会ってないよ、うん、現象ってなんだよって曖昧かな。だから具体的に言うとね、その自分の心の中にこうでありたいって思う。例えば、まあ、変な理屈かもしれないけど、誰が花火くれるかわかんない。変な例えだよ。誰が花火くれるかわかんないんだけど、5年前、ふわっちすら存在しなかったのに、俺は配信会で食うっていう、その、目標を立てたわけ。で絶対に見えない目標だった。フォロワー0人、閲覧0人、コメント0だったわけだから、誰が見ても無謀だって。でも俺はプロになるって言ったわけよ。でも今その未来、多分俺億万長者になると思ってんの本当に。でそのリスナーさんが神だっていう話じゃなくて、まだ見ぬ誰かが花火くれるんだよ、アイテムくれる、お金くれるんだよ、ステッカー買ってくれるんだよ。だからあるんだっていう、その存在自体、だから神はあるっていうのは、その信じたものは救われるとかが分かる の、 その全部が説明がつくの。聖書に書いてあること、クラーに書いてあることっていうならんよ。だからニコ生の時もそう言われたんだよ、お前が配信で食うなんか絶対無理って言われた。でも結果食えてんだよ。予言通か、その自分が強く信じるとそこに行くっていうか、で見えてくるんだよ。でまだ誰が助けてくれるかは分からないの。だけど毎日絶対俺はそこにぶれないっていう確信を持って行動をすると、でも実際花火もらってるからね、この枠でも、うん、だからならないって思う人はならない。だからいっちゃんはなれないの、自分でならない、無理だって思ってるから無理が叶うっていうか。でその今は配信で例えたから分かりづらかったと思うんだけど、スポーツにしても何にしてもそうでしょ。望んだものを手に入れてるじゃん。望んでないのに俺メジャーリーガーだよっていう人いる？そう。ね、ならないって言ってる人ほどなってないっていうか、だから言葉通り、思考通りになってるだけだと思うの。だからそういうなんか法則性とか現象そのものを俺は神だと思ってるの。だからさっきその、なんで俺があの質問したか、女のさ信者の人に質問したじゃん。あの時のそのもので幸せになったと思うって、少しはありますよって言ってたじゃん。
で、その、なんつうんだろう、勉強頭良くなったんですよとか言ってたじゃん。だから、その、言葉と思考が整ったら、それはね、俺は宗教っていう言い方じゃなくて、こういうのは科学的にありますよってちゃんと体系化してほしいのよ。だってあるんだもん、プラセボとかだったり。うん。十二使徒の力じゃなくて、おー、花火ありがとう。ほら、あるじゃん。ほら、あるじゃん。うん、な?あるだろ?うん。そうそうそう。だから、なんて言うんだろう。自分がすごい幸福になるって、あのね、だから金持ちの人ほど運がいいって言うんだよ。自分のこと。ね、ニコニコしてる人が服が着たりするから。だから、変な思い込みがあった方がいいんじゃないかなっていう。そういう結果をちゃんと科学的に分析して、運がいいって言った方がいいですよとか、笑顔でいた方がいいですよってちゃんと教えるべきだと思うんだよね。おー、花火ありがとう。ほら。ほら。神、あるだろ?あるだろ?うん。いつ来るかわかんないけど、その、信じてたらあると思う。トト、おやすみ、いつもありがとね。おやすみなさい。ありがとうございます、匿名さん。うん。だから誰がいつどのタイミングでくれるかわかんないけど、強く信じたり行動してたりしたら俺はあると思ってる。そう。で、ダメだよダメだよとか上がんねえよとか、そう、ネガティブなこと考えてる人ってネガティブが具現化してくんだよ。あのね、リスナーが神、ね、それも面白いんだけど、誰かの花火上げてる人が神ってわけじゃないの。なんでかっていうと、この中に潜在的に神になる人がいるんだよ。そういう意味で言ったら。だけど、いつきっかけでこいつに花火あげようと思うか、俺はわからないし、その人の気持ちもわかんないじゃん。うん、でしょ?だから、その、でも俺が、その、ここにいる200人の人たちの心を動かそうって思わない限り無理なんだよね。バカありがとう。うん。だから、その、例えば、その、なんて言うんだろう。俺、なんつうんだろうな。難しいんだよ。言葉で説明するって難しいんだよな。そうそう。配信はみんなで作るもんだよ。一人で喋ってたらただのデクノボーだからさ。神の意味合い違うよね、それ。だから、俺にとっての神を説明してるから。現象だって言ってんじゃん。なんつうんだろう。その、神をみんな擬人化してるところから間違えてんの。俺、ブッダのその偶像崇拝ダメだよって。だキリストも本当は偶像崇拝ダメなんだよ。うん。だから、なんて言うんだろう、その、もっと、その、なんつうの、思考的なものだと思ってんの。うん。なんて言えばいいんだろうな。ちょっと、言葉で説明するの難しいよ。俺は体験で神はあると思ってるから。ね、別に、それ否定されても、もったいねえなって思うだけなのよ。別にみんなを勧誘するつもりないよ。宗教じゃないから。勧誘しても意味ないし。だけど、みんなが考えてることとか思考とか言葉ってその通りになるから、なんか、もったいないよっていう。うん。うん。でも、おー!クール花火ありがとう!いや、本当に本当に、金がないって言ったら金がなくなるんだよ。ありがとう。クール花火ありがとう。3発ももらったよ。ありがとう。ほら、わかんないでしょ?うん。だから、そう、思った通りになるんだよね。なんか。3年、おお、すげえな。ありがとう。ありがとう。花火ありがとう。うん。リュージュのリュウの字間違ってますよ。ナンアルジュナはそっちのリュウじゃないですよ。うん、現象っていうのは納得できる。うん。だから、その、擬人化してない、俺は。人だと思ってないし、その、あ、もっと言うなら、だから、ね、前枠の終わりに言ったんだけど、生け年生ける子は皆神の子ってドラゴンクエストで言ってんじゃん。あれだよ。俺らは神のパーツの一個だよって。全員神なんだよ。土とか、釈迦とか、ペコとか、こういうのも全部含めて神なんだよ。それの微細なパーツでしかないの。すっごく微細な。だけど、そこに気づけるかどうかなんだよな。うん。全部が神なんだよ。なんつうんだろう。ちょっと難しいんだけど。
あくまでもあって神でもあるんだよ。和道教に入りたいんですけど、あ、勝手に入って勝手に花火バンバン上げてください。僕がどんどん幸せになるんで、はい、信者の幸せは知りません。信者の幸せに関しては責任は一切持たないです。勝手に作ってください、はい、勝手に入って勝手にやってください。そうそう、竜、そう、そっちの竜。ちょっと虚無主義っぽい。何主義なんだろうな。別に主義とかないけど、虚無主義どうなんだろう。でもやっぱあれだね、レッドブル飲んだら糖分取ったら頭回るな。だからそのみんなが思い込んでる、なんか全員救ってくれるとか呪文唱えたり信じたら天国行けるとか、そんなの信じてないよ俺は。であの世もないと思ってるから、うん、ま、絶対ないと思ってるもん。 あるとするんだったら、うん、なんだろうな、ない理由はいくつもあるんだけど、あの世が、うん、花火主義ではない。俺は快楽主義者じゃん。花火が最高だと思ってないの。花火を一番には考えてない。ただ二番は花火だね。二番は花火。間違いなく。一番は花火ではない。だから花火主義ではない。人は神の子。いや、ほんとそうだ。人だけじゃない。万物だよ。生けとし生ける子はって。生き物だけじゃなくて、俺は物質もそうだと思うけどね。地球も生きてると思ってるから。アミニズムに近いかもね。だからある意味、まあ、日本的っちゃ日本的だよ。でも俺日本神話のさ考え方、神道の好きなところってさ、アマテラスオオミカミってさ、あれ卑弥呼だっていう説とかあるじゃん。え、アマテラスオオミカミは大日如来だっけ。なんかその神仏融合していくときにさ、名前を変えてどんどん取り入れていったり、弁財天とかもそうだしさ、あと卑弥呼は誰なんつってたっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、そういうなんか日本人の感性の豊かさは好きだけどね。一番はノンタン、バカ野郎、俺だよ。バカ言うんじゃないよ。俺大好きだから。2番目花火大好き。3番目のんちゃん大好きだから。リスナー7番目ぐらい。俺だよ。俺が一番大好きなんだよ。俺俺。いや俺だよ。すげえかっこ悪かった。いやでも俺が一番だと、世界で一番優れてるのは俺だって思ってるから。うん、ペックスって手数料、ね、10万円を引き出すときに50円だね。50円かかる。10万円引き出すときに50円かかる。ただ、24時間365日、いつでも引き出せるからすごく便利。20万引き出すのに100円かな。振込手数料。うん、10万円、まあ、100円でも50円かかるから、俺はマックス額の10万円使ってるけど。人間自体が小さな宇宙っていうのはなんか俺はよくわかんないけど、うん、俺は大嫌いだね。大乗仏教はあんまり好きじゃない、うん、っていうか仏教と何の関係もねえと思ってる。和道教に善悪はあるの？善悪っていうかさ、俺は正義と悪って、俺表裏一体通よりも見方によって違うだけで、あの戦争って War っていうでしょ、 WAR、 あの We are right って意味なんだよっていう説がすごい好きで、 We are right、 俺は正しい、正義のことでしょ、正義と正義、 We are right、 We are right っていうとぶつかるでしょ、で反対側のこと悪だって決めつけてるでしょ。だから正義もイコール悪なんだよね。見方が変われば悪なの。だから正義を持つことに、あんまり俺は正義も悪にも偏るのは、両方とも見方が違う人からしたらアンチだし、見方が違う人からしたら囲いだから、普通に見ればみたいな、いい人間も悪い人間もいるでしょうって、うん、っていうのが俺の考え方で、だから善悪っていうよりも、なんかもっと俺にとって人生の目的っていつも言ってんだけど、ただ一つで、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやろうよっつってんの。俺らはそのためだけに生まれてきたんだよって。嫌いなことやったりとか、
嫌いな人といたりとか、嫌いなことをやったりとか、なんか全部取っ払いたいとか、その全人類がとは思わないけど、身近にいる人が好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる人生にできたら俺は最高だな、そういう仲間と一緒になんかやっていきたいっていう、俺頭おかしいよ、俺はそういう感覚。うん、っていうか、まず戒名自体もそうだし、ブッダは冠婚葬祭関わったらダメだよって言ってるからね。まさに。主催してるってどういうことだよね。好きな人にうずらを買わせようとする人は、別に俺、鮫島さん好きだからね。いや、単純になんか、なんか嫌いだとか、なんかね、その世間を理由に逃げてる人っていっぱいいると思ってて、そんなの社会が許さないよとかさ、そんなの世間様が許さないよとかさ言ってるけど、お前の意見を社会のせいにしてるだけだよねって思うの。逃げてるだけでしょって。そんなんじゃ社会回らないよって言ってるけど、回ってるんだけどっていうさ。冠婚葬祭全て断ってるね俺は。菩薩の拳使いこなせますか？あんな無理でしょ？こんなんで、ね。こんなん拳砕けるでしょ、うん、俺は本当に思うの。社会とか世間がっていうのを言い訳に自分の意見を言ってるだけで、それは弱い人間がすることだから、俺は、怖えわ。やっぱ安定した給料欲しいわって普通に言えばいいのに、なんでそういうこと言わないんだろうっていうのはちょっと逃げてるかなって思うかな。まあ人間ってほら自分のことを肯定したがる生き物だから、俺も含めてやっぱり自己否定ができないんだよ。いい意味で自己否定ができる人って向上心がある人だと思ってるから、だからその弱い自分を隠すために世間のせいにしたりとか社会のせいにする。で、子供の頃からそういう大人たちが嫌いで、かっこいい大人に会いたいと思ってかっこいい人にいっぱい会ったんだよ。そしたらやっぱね、全部自己責任で生きてて自分の意見しか言わないんだよね。人の意見気にしないんだよね。社会のせいにしたりしないんだよね。社会って俺らが作ってる俺らパーツの一個でしょって言うんだよ、やっぱ。だから俺そっち側に行こうって思ったの、うん、人のことお前っていうのお前ブロックね、うん、なんでお前にお前って言われないといけないのかよくわかんないわ。和道教に弱点や枠解釈ありますか？いや、だから悪と正義は見方が違うだけで、その自己主張をしてるだけでしょ。で、みんな正しい正しいっつってさ、考え方違うのを悪だって言ってるだけじゃん。悪も正義もあるでしょ、人間の中に。うん。自分を破壊させて再生？うん。うん。なんか別に好きなことすればって感じなんだよね。超個人主義だよね。いや知らない、和道教に入信したいってみんなが言ってるから、勝手に入ればって勝手に作って勝手に入ればいいじゃん俺は別に花火もらえれば何でもいいからただ言ってるよ、ご利益はないよって、俺が幸せになるだけだよって、うん、大体イエス・キリストもさ、死んだ後にキリスト教って言われたしさ、ブッダだってさ死んだ後に教団化しただけだからさ、あ、まあ生きてる間にブッダはしてるけど、うん、勝手にやれよって周りがやるもんでしょ。俺は哲学語ったりとか、俺はキリストとブッダ派だから、宗教の取り巻きとかかっこ悪いからやりたくないから、弟子とか勝手にやってって、うん、そういうサークルとかファンクラブとか勝手に作ってって、そうだからね、俺は喋るだけだよ考えて喋るだけだからっつって、うん、ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。大体俺もなんかイエス・キリストとブッダは何やってた人って、俺人助けだけやってた人だと思ってるから、うん、いやだから教団は教祖は作らないって、本物は自分から作らないの、うん、俺やることあんの、忙しいんだよ、周りが勝手にやってんでしょ、これなんか人集まりそうだな、でビジネスになるなって。俺宗教じゃ人は救われないと思ってるから、宗教は根本的にダメなんだよ、うん、そう、偶像は人が作るもんだから、うん、俺がやることじゃない、勝手にやってくれ、
俺は花火がもらえれば何でもいいんだ。花火がもらえれば何でもいいんだよ、こっちは。うん、そういうめんどくさいことはお前らでやれと。うん、話、噛み砕いて話す。噛み砕くのはね、噛み砕いた方が分かりやすくない？なんか、ひろゆきの動画ですげえ面白かったのが、インフレと景気は関係ないっていう話をひろゆきがずっとしてるんだけど、リスナーが全く理解してなかったのを言ってる意味を。それがすげえ面白かった。ひろゆき頭が良すぎて誤解生まれるよね。なんか、常念さんの囲いがもうバカみたいに囲ってて、ひろゆきが言ってる意味が全然分かってないのよ。すげえ面白かった。そう、デフレとインフレは景気に一切関係ないよねって説明をひたすらしてんだけど、その話の内容聞かないんだよね。もうアレルギーが出てて。おい、わたつい。だから、ひろゆきが言ってるのと、常念さんが言ってるのの違いってさ、もう宗教になっちゃってて、常念さんは言ってることっていうのは、そのインフレ化させることによって、その、景気循環が、要は血流が良くなるから、景気は良くなるでしょっていう、景気が後付けで良くなるよ。だから、インフレ化させないといけないよって。でも、ひろゆきが根本的に言ってることって、そのデフレっていうのは庶民にとっては物の値段が下がることだから、いいコンテンツを安く買えるわけだと。で、給料とかが上がるのは別の指数だから、そこは関係ないよねって言ってるの。これ要はね、卵が先か鶏が先かっていうだけの話なんだけど、俺はひろゆきが言ってる方が一理あると思ってんの。そのなんつうんだろう、物がインフレしたところで君たちの給料は上がらない。実質的に物の値段が高くなるから、買いたいもんが買える、生活が豊かになるわけではないよっていうことを言ってんのよ。そこをね、その常念さんのその信者は理解できないっていう、本質の話が理解できなくなる。だから盲目になるのって良くないなと思ってて、結論はもう出た。だから神は、だから現象だって、神はいない、神はあるってずっと言ってるじゃん。もう多分この放送だけで30回ぐらい言ってるよ。なんでわかんないの、神とは何なのか。神はあるって、現象だって、デフレスパイラルはあるの。だからその意味では常念さんは正しいんだよ。ただデフレスパイラルを抜け出してインフレ 2% を仮に達成できたとしても、確かに給料は上がるの。ただ給料も上がるけど物価が上がっていくから、買える価値は等価値でしょっていうことをひろゆきは説明してるんだけど、そこを理解できないみたいな、信者の人は。ちょっと角度ずらして真理つくのが上手い人。真理、いや、ひろゆきの方がね、ちゃんと説明をして真っ向から言ってるんだけど、ひろゆきが言ってることを理解できてなかったの、リスナーを。常念さんが言ってることが嘘だっていう話じゃないんだよ、それは。リスナーの理解力がない。めちゃめちゃ噛み砕いて説明してんだけど、わかんないみたいな。今の子は難しい話は聞こうとしないし、だからついてこれない。いや、違うよ。インターネットってどういうものか。インターネットそのものの原理で、自分が知りたいことだけを検索してたどり着くのがインターネットの特性だから、例えばね、検索して上位に来るのは世の中の総意だとか真実だって思い込みやすいじゃん。Google1 位、2位、3位に書いてあることって。違うの。自分が知りたかった答えにたどり着けるためだけのツールだから、反対意見は一切排除したものなのよ。だから、世の中ってこう思ってるんだ、これに違いないって、どんどん凝り固まっていくだけなんだよ。配信も同じでしょ？自分が気に食わなかったら見ないじゃん。だけど、その社会であったりとか、その学校の面白いところって、これって違くないと思う情報とかも入ってくるじゃん。本屋がそれに近い。俺ね、Amazon のダメなところは、本屋ってさ、俺本屋ぐるーって回るのが好きなの。で、自分の関心のない料理本とか雑誌とか必ず見んの。それって面白くない？その本屋に行ったらさ、そのブワーって本があって、経済の本とかミリタリーの本とか料理の本とか全部見るの、俺。ブワーって回るので、最後漫画グラップラーバキ買うだけなんだけど、その時に脳にね、そのこういう料理食ってみたいとか、寿司にもこういうのあんだっていう、その新しい発見と出会いがあるんだよ。だけど Amazon って基本的には自分で検索して欲しいものがダイレクトに見つかるだけだから、関連の商品とかも出るんだけど、もっと欲しいの、関連商品をブワーって貼ってほしいんだよね、俺。少ししかないじゃん。
だからね、そこがね、残念だなって思うんだよ。タイムラグが感覚としての景気の良さなんだよ。いや、違う違う違う。だから 全然違う。ひろゆきが言ってるのは、タイムラグっていうか、常念さんはタイムラグで後で景気が良くなるよっていう理論の話をしてるんだけど、ひろゆきのそこに対する論破っていうのは、景気が良くなったとしても物価指数が上がってるから、お金の量が増えてるだけで、買えるものの質は変わってないと。な、同じ生活をしてるだけなんだ。だから景気指数と、インフレかデフレかっていうのと景気っていうのは関係がないっていうのは、ひろゆきはもうここで説明してんのよ。だけど、今デフレで、その雇用問題とか良くなって、給料とかボーナスとか上がってるでしょって。デフレとかインフレの率変わってないのに、買える量増えてるでしょって。高いものを食えるようになったし、安かったもの、要は物が買える量が増えてるじゃんって。だからこっちの方が幸せでしょって。だからデフレもインフレも関係ないじゃんっつってんの。わかる？景気の指数はまた別だよって。だからお金の量自体が増えたとしても、物価が上がったら同じものしか買えないんだから意味ないじゃんっていうことを言ってるんだけど、常念さんの信者がもう全然理解してない。コメント欄が全く理解、そう、そんなの当たり前なんだよ。だけど政府が実際やってるっていうのは、インフレ率を上げたら景気が良くなるって言い続けてんじゃん。わかる？言ってるじゃん。で、デフレスパイラルっていうのは確かにあるんだよ。長期のデフレになってくるとあるんだけど、あるのはあるのよ。だからそこも常念さんは間違ってはいないの。経済の本っていうかね、俺ね、本当はね、中小企業診断士になりたかったのよ。そう。配信にのめり込んでね、もう全然勉強してないんだけど、今までちょっと勉強しようかなとか思ってんだよね。すげえ面白いんだよ。中小企業診断士。MBA ね、簡単に言うと。日本版 MBA なんだけど。MBA で合ってるっけ？なんだっけ？ MBA で合ってる？緩やかなインフレっていうかね、やっぱりね、固まっていくとダメだと思う。経済の血の循環と一緒で、やっぱね、インフレになったりデフレになったり、ぐらぐら動いてないとダメなんだと思ってんの。それってご飯食べれるの？中小企業診断士は高給取りだよ。年収800万以上だけど、ただね、名称独占業なんだけど、なんて言うんだっけ、専門の仕事がないんだよ。だからちょっと難しい。ご飯食べれるっていうか、高給取りは高給取り、データ上は。600万から800万とか。で、稼いでる個人の人は2000万とか。そうそう、コンサル。日本唯一の。国家資格のコンサル資格ね。分からんことはする。 デフレスパイラルってなんだっけ？いや、説明されてんじゃん、順調に。要は簡単に言うと、物価が下がっていくことだよ。初見さんいらっしゃい。スパイラルってなんだよ。デフレスパイラルっていうの、デフレがずっと続いちゃってて、悪循環、循環のことをスパイラルっていうのね。で、デフレっていうのは、物価が下がったりとか、給料が下がったりっていうふうに、どんどん数値自体が落ちていくことなのよ。お金の量的な話ね。要はお金の一万円札のゼロの話よ。で、スパイラルっていうのは、それに伴って、デフレの中でどんどん悪循環が回っていくこと。
がデフレスパイラル。初見さんいらっしゃい。あー、マリモッチありがとね。うん。ためになったかと気になってる。ためになったかって言ったらなったね。なんでかっていうと、みんなの中で、あー、リアルだなっていうのが分かったから。いや、俺も、よかったよ。ありがとう。赤裸々の体験談。楽しかったです。うん。ごめん、インフレ？インフレっていうのは物価が上がっていくことだよね。うん。え、何？ごめん、インフレって何？そう。だから、循環っていうか、その、ずっと続いちゃってる状態。はい、おかえり MC。うん。マイナス採用がマイナス。だけど、それを否定してんの。要は、ひろゆきはデフレスパイラルなんか存在しないと。デフレはデフレだけど、景気指数は違うと。だデフレスパイラルっていうの幻想でしょっていうのがひろゆきの話だ。それよりもデフレ状態は国民にとっていいはずだと。デフレの状態で給料上がることの方が実は重要なんじゃないのっていうのがひろゆきの持論なのよ。そう。でも景気そのものもそうだし、そのインフレデフレもそうだけど、思い込みの作用は経済理論じゃん。株が上がるか上がらないかも。いや、人の思い込みなんだよ景気って。さっき言ったその思想とか言論が具現化するって言ったけど、うん、だからバブルはインフレだったからバブル、まあそのインフレだったからバブルっていうわけじゃないんだけど、でもあれはあれで良くなかったんだよ。そのバブルを経験してる人だったら知ってるはずなんだよ。バブルで首くくった人もいっぱいいるはずなんだよ。スパイラルった記憶がある、うん、のコーヒー美味しいよね、タリーズのね。俺も大好き。ののって何？はい、ワドツ。インフレで10万円紙幣とか発行されても困る？インフレで10万円紙幣。でもそれハイパーインフレになってない。日本、あのね、ハイパーインフレが起こるとか言ってるけど、絶対起こんないよ。ハイパーインフレって確かそんな桁じゃないから。なんかね、1億円札とかそういうレベルだよ。なんで西村の意見にイチャモンつけてんだ？バカすぎるわ、院長。今の話聞いてねえだろ。西村博之の言ってることが正しいってずっと言ってんのよ。イチャモンをつけてるわけじゃなくて、もうバカだな。これが放送だよ。みんな分かったでしょ？偏差値低いだろ？俺はずっとひろゆきが言ってること正しくて、ひろゆきのリスナーは全く理解してないよねっていうのをずっと説明してんのに、委員長は和道がひろゆきに文句つけてるっていう解釈をしたのよ。だからもうこういうもんなんだよ。話を理解できない人が噛みついてるだけなんだよ。うん。インフレスパイラル、まあインフレ状態が続くとハイパーインフレっていう状態になるから、まあ良くはないよね。だから、そう、緩やかなインフレがいいとされてるっていう話だね。うん。ハイパーインフレって戦争で負けて賠償金やられちゃったドイツみたいなやつでしょ。ああ、まあまあ、そういうパティーンもあるね。なんで言い方が悪いの？俺、みんな理解できた？俺、ひろゆきが正しいっていうのをちゃんと理解できた人手挙げて。俺、そう言ってたよね。ひろゆきのリスナーがひろゆきの話を理解できてないんだよねってずっと言ってたよね。ジンバブエがハイパーインフレ。うん。US 5ドル。言ってたよね。で、お前の言い方が悪いだろうってさ、この人の解釈の問題じゃん。委員長が俺の話を理解できてなかったんだよね。いや、みんな理解できてるよ。委員長だけだよ。ほら。だから噛みついてくる人って人の話を理解できないからなんだよ。理解できたよね。大丈夫だよね。不安になるんだよ、本当に。そう。めちゃくちゃだよ、本当に。だからね、その、IQ40 ぐらいの人は俺の放送向いてないよ、本当に。理解できない人は絶対面白くないから、金梅さん、IQ40、偏差値40向けの放送、金梅さんが一番面白いと思う。うんこしててあんま聞いてなかった。かろうじて理解できた。うん。お前って言ってもいいの？やだ。うん。
消費税なし法人下げ、あそこは分かんなかったな、ひろゆきの動画みたい。常念さんも何度か見たことあるから、あのね、常念さんが言ってるのは言ってるので正しいんだよ。だけどひろゆきはその先の説明をしてるんだよね。うん、だから騙されんなよっていう本質論を言ってんの。みんなにとっては物価の値段とかじゃなくて、より多く物が買える状態が幸せだよね、景気だよねっていう説明をしてるんだけど、そこが理解できないみたいな。なんか一般庶民の感覚で20万の給与より40万もらえたら嬉しいって。いやそれってね、インフレになったらそうなるんだけど、300円で買えた牛丼が600円になったら意味ないよねってひろゆきは言ってんのよ。だから20万の給料が40万になって300円のものが600円になったら意味ないじゃんってずっと言ってんだけど、それインフレが起こったらそうなるよ。だからそうじゃなくて、300円のもの買えるデフレだけど、20万の給料が40万倍になったら牛丼2杯食えるでしょってずっと言ってんのよ。うん、だから常念さんが言ってる数値化が増えていくとっていう、さらに言うならコスなんでその300円のものが500円に上がるのかっていう理論も知ってんの。でもね、俺そこにはひろゆきの補足説明が、俺だったらこう言ってるのよ。あの確かにそのインフレとデフレは関係ないんだけど、卵が先か鶏が先かってどういう理論かっていうと、給料が上がっていったら300円のもの絶対売れてたわけだから、会社もバカじゃないから450円600円ってどんどん上げていくでしょ。だからこれがいい意味のインフレなんだよ、本来の意味の。だからその給料を先に上げるか、それとも物価の方を先に上げるかっていう話の、それを政府の政策としてどうやってやるのかっていうその話なんだけど、もうそこまで議論できる段階に行ってなかったんだよね。うん、いや高校の授業で習うことを話してるだけなんだよそんなの。だけど理解できない人が世の中いっぱいいるんだよ。そうそう、常念さんが言ってるのはだから、そう一般論の常識的なことを言ってるのよ。そう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 、そういうこと、そういうこと、純ちゃんが正しい、そういうこと、そういうこと。そうだから、その常念さんの信者はひろゆきが論破された論破された、お前が言ってること間違ってるだろっていう風に盲目的に見てるの。だからこれって宗教だよねって、常念教だよねって言ったの。うん、偉い人のこと偏差値40って言ってるが、だって俺の話理解できないんだから、俺より頭悪いでしょ。みんな理解できたんだよ。うん、偏差値高いか低いか教えてあげるよ。俺高校行ってねえから。偏差値と関わったことねえんだよ俺。高校も大学も行ってないから、偏差値に関係したこと一切知りません。偏差値ゼロです僕、中卒です。最終学歴幕張免許センターで原付き取ったことだから、そう測定不能だよ。そう、ひろゆきが嫌われてる、要は好きか嫌いかで叩こうっていう論理なのよ。だから それって議論に参加する資格がないよねっていう話。うん、偏差値ゼロは言い方おかしい、測定不能か。うん、お金は天下の回り物っていうか、本来であればお金って1ヶ月で稼いで1ヶ月消費する分を稼ぐっていうのが普通だと思ってんの俺は。でなんで蓄えるかっていうと、将来が不安だからなんだよ。で今貯金の額が700兆円なの今日本って。で日本人って本来だってさ、そうじゃん、どんぐり拾って毎日どんぐり拾ってその日食べる量があって一生それが続きますよっつったらどんぐり食い続けるでしょ。なんで蓄えるかって言ったら、冬の時期どんぐり拾えなくなるからじゃん。だけど日本って現金だけど、現金資産で704兆円かな、700兆円ぐらいの貯蓄額があるんだよ現金で。これだけ日本が不安だってことだよ、信用できないってことの。うん、中卒だよ俺。うん、はいはい、もう来ないで結構ですよ、ブロックでーす。うん、そうだから、その不安の指数なんだよ。だから一生そのちゃんと食うに困らないっていう制度があったらバンバン金使うから。うん、嫌なら見なきゃいいじゃんね。嫌なら全然見なくていいよ、俺からお願いしてないから。うん、大体今俺中学校卒業だよって説明をしたのに、中卒って質問が来る時点で偏差値40なんだから。そこに噛みついてもいいんだよ。お前学歴どんなんだよ、中卒だよ、中卒って疑問。なんで聞き返すんだよ、聞いてねえのかよって。国債は買わない。なんで
国債は買わない、国債は買わない、国債は買わない。うん、これなんで国債買わないんだろう、理由が知りたいかな。まあでもね、あの世に金は持っていけないから循環はすると思うよ。帰ってくる、帰ってくるっていうか回るよ。だから俺は超高齢化社会、団塊の世代が死期が近づいていったら日本ブワーって金回ると思うよ。一回景気が良くなるって話じゃなくて、うん、相続とかでね、金使う層に金が回ってくるから面白くなると思ってるけど、しかもその人数が少ないからね、少子高齢化で子供たちばっかりだから、利回りが悪いから。8割働くアリがいて、残りの2割が働いたら、8割が働き出し2割が休む、8割の法則。それを今なぜここで言ったのかが分かんねえな。それは分かるんだけど、その法則があるのは分かるんだけど、この話の流れでそれが出てくるっていうのは何なんだろう。あまり日本のことを信用してないから、日本のことを信用してないから。日本って日本政府ってこと？日本政府はちゃんと払うと思うんだけどな、逆にかっちり払ってる気がするんだけどな。日本のことを信用してない。うん。空気を読めない。ああ、そういう空気の読めないリスナーをいくらブロックしたところで空気の読めないリスナーが生まれてくるっていうことか。それ面白いね。アンチをブロックし続けてもアンチは2割で目減りしていくだけだよっていうことね。面白いね。まあそれはあるかもしれないよね、うん、あ、俺アンチやらなきゃってリスナーが勝手にブロックしていってるのに、どんどんアンチが増えてっちゃうっていう。それ面白いね。本当はどうはひろゆきにそっくりだ。今日はさらにひろゆきに見える。俺全然意識してないんだけどね。じゃあそのひろゆきにそっくりだそっくりだって言われるから見てみようと思ってちょっと見たの、寝るときに。そしたらすげえ面白かった。何個か見たんだけど、あんまり面白くない話が多かったの。当たり前じゃんっていう話で、これはひろゆきが面白いっていう話じゃなくて、ひろゆきが言ってることを理解できないリスナーがすげえ面白いって話なの。ひろゆきさんは頭いいし面白いよ。だけどそっちよりも滑稽なものがあるっていう話なの。一定数のアンチは必ずまあ生まれるだろうね、うん。インフレになれば日本は借金返せるらしいけど、インフレは嫌だ。インフレはまあ得はないよな、うん。インフレになろうがデフレになろうが、っていうか、インフレになろうがデフレになろうが関係ないよね。だって数字が変動するだけだから。うん、ひろゆき信者とか出てくる。俺だってテレビで俺のことをひろゆきが頭いいって褒めてくれたんだよ。あの俺、その新宿の区役所とか区議会議員と生活保護のことでバチバチやり合ってたの。で、新宿都政の都議会議員が不正受給やってニコ生で生活保護万歳って唱えてるバカがいるって。これどう思いますか、ひろゆきさんって言ったら、そいつ頭いいだけで、そういうやつは一部だからほっといたらいいっすよって。俺のことなんだよ。俺のこと、ひろゆきがそういう頭のいいなんかサイコパスみたいなやつは一定数いるから、そんなののために法律を変えるのはバカ臭いですよって、うん、そうリスナーから教えてもらって、ワド、お前ひろゆきが頭いいって褒めてくれたぞって、よかったな、うん、それって国民の資産が減るっていうことらしいけど、それってどれ、それってどれですか。うん、2割のアリいや働かないと。だってそのなんていうのかな、日本の借金、日本の借金、国民の資産が減る、日本の借金って何日本の借金って何。国債ってさ、日本政府が、政府のお金が足りません、国民にお金貸してくださいっていうことじゃん。だから日本政府がお金を借りてるので、債権者はお金を利回りがよくもらう方、国民なわけ、国債って。そういう仕組みなのね。どこが日本の借金なの。
政府の借金だよ。債権者は国民だよ。なんで日本の借金になるの？何の話をしてんのかよく分かんないんだけど、国民の資産が減るっていうか、政府の負担を財源、要は、国債を買ってる人も国民だけど、それの負担を税収で賄おうとしたら、国債買ってない人が税収が上がって負担するっていう理屈だったら分かんの。日本の借金って言い方おかしくない？日本政府なの、日本国民なの、国債買ってない人が損するんでしょっていう違うの。インフレで日本の借金、日本の借金がよく分かんないんだけど、インフレになるとなんで日本の借金が整理できるのか教えて。個人資産が目減りする？うん。その辺の説明は麻生さんが詳しく説明。だから言葉、なんか官僚が作る言葉のなんかマジックに騙されない方がいいと思ってて。お、日銀は国営じゃない。そりゃそうだ。国債は日本の国の財源というより国民の財産に近い。だけど、その、なんつうかね、その、前からよく言ってるんだけど、また統計等になってきたな。まず、国って何なのかって、国民なの。国民なの、ね。俺らが国のパーツなの。で、政府と国は別物にしないとダメだよっていう。うん。政府と国は別物。で、政府が潰れたところで何のダメージもないよっていう。国民が全員死ぬわけじゃないからっていう。安倍さん、頻繁にいわばという言葉を使います、うん、借金をしてない、国債を出してるだけで海外から 10% しかかってない、うん、日本イコール政府が間違い、いや間違いだよ。日本っていうのは国民のことだから、俺らが国なんだよ当たり前のことを言ってるんだけど、だから政府の借金のことを国の借金って言ってる人がいる、それは間違いだよもう完全に、うん、だからそのざっくりそのふわっと俯瞰してね、抽象的に言っちゃってるだけだから、日本の借金に、だから都合のいい言葉だよな、うん、でもまあその国民が損をするっていう 側面はあるよ。普通の一般庶民が税率上げられて、ね、だから結局頭のいいやつが儲かるって話だよ、ただ単に。でしょ。で、その理屈が分かんない人は騙されちゃうよっていうことだよ。だから給料が20万から40万になる、インフレいいでしょって言って、うんって騙されちゃうの。物価も上がるよって言ったらさ、えってなるじゃん。ただ数字が変わっただけじゃん。日本は借金が多くて大変って、官僚がだから仕掛けてんのよ。うん、日本国の借金であることには間違いないぞ。借金じゃないじゃん、債権者が国民なんだからなんで日本国の借金なの？日本国の借金ではないよ、日本政府の借金だよなんで噛みついてくんだよさっき説明したじゃん、それ1分前に説明したのに。物価の倍になったら生活水準変わらない、そういうこと。なんで日本国の借金なの？日本政府の借金でしょ？だって国の中で貸し借りしてるだけなんだから。政府と国民間で貸し借りしてるだけなんだから。うん。やべえな、本当に。話を理解できない人と会話するのがいかにストレス溜まるかって。お前ら大変だろ、俺の商売大変だろ、辛いだろ。会話ができない人と会話をするのが俺の仕事だぞ。いくら説明しても、どんだけ噛み砕いても分かってくれない人たちに説明を続けて叩かれるのが俺の仕事だよ。いやもうだって今日だけで、これ以外にコーヒー2本とレッドブルもう1本だから、レッドブル3本コーヒー2本でもうさらにドーピングでコーヒーもう1本いくんだぜ。命を削って雑談やってんだよ。アシスト助かるよ、純ちゃんの。
理解してる人がいるんだっていう喜びが少しあるもん。頑張るよ。でもやるんだよ。うん、頭痛くなってきたよ本当に。でも頑張る国債イコール海外からの借金じゃないから潰れるはずがない。日本の国債って海外どれくらい買ってんだろうね。うん、そうなってくると話は別だからね。日本っていうか日銀が買ってるんじゃなかったっけ。ほとんど合ってるよね俺の見解で。海外に売ってるんじゃなくて日銀が買ってるんだよね。合ってるよねそれで、うん、合ってるよね。日銀が買ってるんだよねほとんど半分ぐらい。合ってる？間違ってたらごめん。これは憶測で話してる、うん、合ってる？合ってるよね、うん、ってことは国内でぐるぐる回してるだけでしょ。要は自転車操業だってことでしょ。でその先の議論でのさっきのコメントで日銀が民営企業だからっていう裏の理屈に入ったんだよね。要はユダヤ資本でしょっていう。だからユダヤが儲かってるだけでしょって。だったら国債買えばいいんじゃんって俺の反論で合ってるよね会話、うん、だったら国債買ってそっち側に回ればいいじゃんっていう。その庶民で税金上げて税収で取られる。だからそういう意味で言ったら日本の国債を持ってない人は日本国民の借金とも言えるよねっていう議論だよね、うん、だから間接的に搾取されてるんでしょ金持ちに、うん、っていうかさ俺思うんだけどさあのなんだっけ パナマ文書だっけ パナマ文書だっけああいうのの方がよっぽど問題だと思うし、こういうことって中学生でも理解できるじゃん絶対。ほとんどの中学生高校生は卑怯だよな。からくり話せよっていう。家族に借りた金を返す必要があるか、うーんどうなんだろう。そこはその家族の問題じゃない。うーんパラダイス文書もあんので、消されたんでしょ。あのなんだっけあのジャーナリスト女の人最近消されたよね。怖くね。安倍ちゃんが税金で返そうとするんですね。あ爆殺されたよね。超怖えと思ったもん。泳がされてたんだと思って怖えと思って。爆殺ってもう見せしめだよねあれ。要はタブーに触れたら殺すぞっていう見せしめだよねあれ。完全な超おっかねえよな。国債割合民間45中央銀行40その他。まあじゃあ国内でぐるぐるやってるだけだな。経済学は小中高でほとんどしないから結構やばいと思う。経済学とあと法律とか基礎的なそのなんつうの国とは何なのかっていう概念をちゃんと説明すべきだと思ってる。税金とかはさ払わなかったら逮捕とかさ、強制権を国が持ってるのに生活保護を叩くようにしてたりするじゃん。だってさ生まれながらにずーっと税金払わされてんだよ。で権利は自己申告制ってどういうことって思うの俺。税金は消費税とか強制的ガソリン税とかタバコ税とか強制でやってるじゃん。強制権国が持ってんの。だったらもう ID 管理して国民番号とかでこいつ生活水準以下だな、ホームレスになっちゃうなっつったら国が銀行に振り込めよって思わない？そう、いや自由があるんでって申告しなかったらって、それ知識格差でしょっていう。頭いいよな官僚って、うん、ああそうなんだ。へえ、パラダイス文書っていうのが出たんだ。俺はそう思うよ。そしたらタック成分じゃなくてあのベーシックインカムなんかいらねえんだよ。金持ちに金配ってどうすんだよ。5万円とか10万円とか20万なんか金持ちそんなん必要ねえんだから。国民が言ってるのはその貧乏な人をちゃんと保障してよっていうこと言ってんだよ。取りやすくしてよって、叩かれないようにしてよって言ってんだよ。だから俺はあのベーシックインカム必要ないっていう、強制的に生活保護を振り込めっていう。橋本総理がアメリカに国債売りたいって発言したアメリカメディアに相当叩かれてた。ああ、うん、
官僚は頭いいよ。やっぱ頭いいぞ。経営者も官僚も何もそうだけど、頭がいいやつが儲かるっていうのはもう歴史上変わってないよね、うん、どっかの国で医療費ただであったけど、日本もそうあってほしい。あのね、医療費ただの国あるんだけど、税金で北欧とかに、あの風邪ひいて病院予約して1週間後受診とかだから機能してないよ。超大変だよ。だから日本の医療は相当整ってるっていうのは俺の判断。医療費ただっていう、ただ今の日本の制度でただでやるっていうのは想像しない方がいいと思う。だからそういう国になるとバンバン買いを始めるぞ。俺はむしろ逆で、年寄りがもうちょっと金使うようにした方がいいの。年寄りがだって唯一金使うコンテンツが医療なんだから、そっから徴収しないでどうすんだよって。で、老人の政権っていうか、その票を取るために老人だけ割引にしてんじゃん。逆だよ、逆っていう。このままだと日本終わるぞ。うん。そうそう寝る。おやすみ。救急車は有料っていうか、その問題はどうなんだろうな。救急車は無料でいいと思うかな、俺は。年寄りを持ってるからね。北欧は税金がめっちゃ高くて、有効費とか捻出が難しい。あのね、俺税金に関しては、その、税金高いんだけど、一般生活費に税金かけてる国ってあんまないんだよ。だから、食事であったりとか税金かけないべきだと思うよ。で、車とか時計とかパソコンとか、そういうものを高額 40% 税金とかの方が絶対いいと思う。だけどもう日本は仕組み上無理だよな。あの、国民が政治に関心ないから、要はその、頭いいやつに牛耳られてメディアもコントロールされてんじゃん。もう無理だよ。タバコは俺税金払ってるから、どんどん別に1000円になっても払い続けるよ。その代わり、タバコを吸ってる人をリスペクトしてほしい、もっと。税金いくら高くしてもいいから。もうその、高い税金払ってんのに叩かれるって意味わかんねえ状態だから、タバコ吸ってるなんて素晴らしいって言われるような国にしてほしい。どんだけ高くしてもいい。愛煙家だから。なんで高い税率払ってさ、叩かれないといけないのかよくわかんないよ。老人を死ねって言ってるわけじゃないよ。逆だよ、言っちゃ。今なんか若者殺されてるんだよ、老人の都合で。逆だよ。老人が若者殺してるのが今の現状だよ。老人は死ねじゃないよ。そんなこと言ってないよ。意味、逆だよ。若者殺されてんだよ、今の日本って。高い税金払って肩身狭いかんね。笑っちゃうよね。移民入れて彼らが革命してくれるかも。いや、革命っていうよりもね、さらなる問題が生まれると思うよ、俺。移民の子供が生まれるでしょ。だから超差別社会と超格差社会が生まれると思ってる。だって若者が子供産まないのってさ、男女共働きでさ、生活していくのにいっぱいだから子供なんか産めないんだもん。年寄りが殺してるんだよ。まあ100年生きるだろうね、寿命的にね、余裕で。だからその政策としていいなって思うのは、そのベーシックインカムは面白くなるっていう。俺反対派なんだけど、ベーシックインカムは。ただそのある程度その経済政策とかその循環させるにはいい仕組みだなって思うのが、子供生まれれば生まれるほどもらえるお金が増えるじゃん。簡単な話、子供5人産んだらさ、大人7人分のベーシックインカムもらえるから、子供ガンガン産むだろうなとは思ってる。ただまあやらないだろうな。移民にのさぼられるありさまを見ないで済みそうなのだけが救い。ああ、寿命的にってことか。俺もいずれ老人になるよ。頭数でお金もらえるからね。いや別に老人が悪いって話してないからね、いっちゃん。ちゃんと話を聞かないとダメだよ。老人ディスじゃなくて、老人を優遇してる政治がダメだっつってんの。話はちゃんと理解しないと。老人をディスってる、老人が悪いなんて一言も言ってない。老人を優遇する
どんな哲学書にも、どんな思想本にも、どんな宗教にも書いてあるよ。うん、権力に癒着する国は滅びるんだよ。今日本がそうなってるよって言ってる。政治が悪いっていう話をしてるの。だから投票権ないから俺らには 政策を変える力が今ないんだもん。でしょ？俺はだから老人になったら若者にお金配るような党に入れるよ。今無理だもん、うん、若い人現役の世代20代30代40代がガンガン稼げる時代にしたらダメよ。老人なんか死ぬだけなんだから、死ぬ時に金もっと稼ごうとか得しようなんて思わないよ俺は、うん、あと配信で稼ぐしね、うん、若者には負けねえよ。あ、高齢者の運転の問題、これは別に老人をディスるっていう話じゃないから、まあでもそこはちょっと問題だね。キャンディーありがとう。さらに若年層が選挙行かないから、行かないからっていうか票が取れないから行かないんだよ。反映されないじゃん絶対。老人優遇の政策はどんどん通ってる。つけは若い世代や先延ばし。うん、だからまあ難しいよな。だけど俺はいつも言ってるんだけど、唯一の救いは今のその団塊の世代の金持ってる老人たちは全員死ぬから、遺産が流れ込んでくるじゃん次の世代。その時にどういう政策とかどういう政治とかどういう経済効果が生まれるのかっていうのは楽しみにしてるんだよ。ドカッと流入するわけじゃん、うん、そういうこと。子が宝だよって考えない国は滅ぶんだよ。本当に薬病神さんはありがとう、あの真意を組んでくれて。俺の話が老人ディスだと思わないでほしいの。そうそうじゃなくて、そうお金を貯め込むことが正義だと思ってんだよあの世代は。お金を貯めることはいいことですって。いやあなたたちがお金をずっと掴んでるから給料が払えないんだよっていう状況、この理屈を理解できないのよ。だから貯金、日本人って貯金はいいことだって教えてるでしょ、その老人たちの教えで。違うんだよっていう。それじゃあ国のそのお金が700兆円だよ。ちょっとちょっとでしょ、うん、そう贅沢は敵の世代だから、まあだから戦争を経験した後の世代だからしょうがないんだよね。ああもうなんつうのしょうがないこれは、うん、そうそう経済の循環の話で老人ディスではない、そこを勘違いしないでほしい。頭痛くなるよね、うん、そう免許は取り上げるけど公共の運用機関の政策とか、だからあれじゃないの、俺車乗らねえから関心がないのか。本当に申し訳ない。匿名さん、俺ね多分ね、なんでこの問題あんまり食いつきが良くないか自分で分析したの今パート。俺が多分免許持ってないからだ。俺関係ねえやってなっちゃってるな、申し訳ない、うん、ごめん。あんまりねなんかその俺の配信のトークスイッチがなんでこの問題ガッていけないんだろうって。免許持ってない。貯蓄総額だから1800兆円はその不動産であったりとか株とかの資産も含めるでしょ。現金だけで言うと700兆円だって、うん、申し訳ないね匿名さんね。遺産相続の平均年齢が65歳だったからおじいちゃん金もらっても使わない。ああもう最悪だね。うーん、戦後の貧しい時期を過ごしている人は今の人とは考え方違うからね。やっぱり時が経たないと。そうだね、これは難しいよな。俺もそう思うな。なしのゴンベイさんの言う通りで景気悪いって言うけど俺全然景気悪くないと思ってるからな。あの極端な話、飯が食える、雨風しのげる、
これだけで幸せなはずなんだけどなっていう。俺パソコン持ってるでしょ、彼女いるでしょ、リスナーさんにねえどんな時間に枠を開いても約200人ぐらいと遊べるでしょ。もう超幸せなんだけど。だから景気良くなんなくても幸せなんだけど、うん、景気悪いと思ってない、うん、スマホも持ってるでしょ、コーヒーとかでレッドボールも飲んでてギター弾いて歌って超ハッピーなんだけど。わかった、俺が経済政策わかった、老人からバンバン花火もらおう。 OK 金持ちの老人のリスナーをいっぱい作ってバンバン花火もらって俺がガンガン使ってやる。 OK 俺に任せろ。よし決めた。お年寄りのね、お金持ちのリスナーさんバンバン花火ください。僕が景気を循環させますよ、うん、それでいこう。金持ってるお年寄りのリスナーさんよろしくお願いします。もらった花火、俺だから全部貯金ないもん、バンバン使ってるよ、うん、バンバン使ってる。そうそう、飢えないっていうこととか仲間がいるとか。ありがとうございます、 MC 花火ありがとう。 MC 老人じゃないけどねMC 全然老人じゃないけど、若者だけどね。よしガンガン使ってやるぞ。年金はもらえるとは思うけど、先送り先送りでもう成り立たない仕組みだとは思ってるから、もらえなくはないと思うよ。ただ減るだろうね、額は。もらえるはもらえると思うよ。だからその仕組みをチャラにするのはベーシックインカムなんだよね。うん、要は年金なかったことにします、今もらってる人は今より多くの額ばらまくんでって言ってごまかす。若者は全員もらえますよ、よかったですねっつって。だけどすごいんだよ、公共サービスとか全部有料になって、あの医療費とかも全額負担になるっていう。だから老人が超損するっていう、ね、だからベーシックインカムっていう響きのいい言葉で釣っちゃうのが一番いいと思うよ、今しかできないから。いやそうでしょ、医療費とか超高額になるんだよね。えだから今多分年金もらってるのって最低額の6万いくらなんだよ。2ヶ月同時にもらって6万か7万しかもらえないの1ヶ月。だからそれだったら10万円あげますよって釣っちゃうのが一番いいんだよ。だったらやれよっつって。うん、だからその代わり公共のサービス全部有料になるけどね。税率も上がるし。だからもうバカ騙すしかねえんだよ。政治家うまくやれよ。バカな国民騙してうまくやれよ。それが政治だろ。いやそれしかないでしょ、政治家の役割でしょそれが。で一時的には騙したとしても国が回るようになったら結局国民に返ってくるんだから。だから政治家は悪なんだよ、本当にいい政治家は悪いやつなんだよ。それが政治ってもんでしょ。あーっつって、いやそういうもんだと思うよ。だからいい政治家ほど刺されるんだよ、うん、厚生年金は倍以上もらえる。あーまあそうだよな、国民年金の話だもんね。厚生年金ちゃんとした人はだからブチ切れるだろうねベーシックインカムだと。まあそこはうまくやるしかない。アクアライン作ったの政治の力だとは、何言ってんだよ。あれ木更津に住んでる浜港がさ、自分の作りたいだけじゃん。政治家すげえわじゃないよ。もうみんなんで箱物とか道路とか作りたがんの。もう要はさ、浜港がさ、俺はこんだけやったぞっていう権力の象徴じゃねえか。あんなもんすぐ道路とか残したくなんだから。自分のアクアラインじゃないよあれ、浜港道路だからねあれは。うん、俺は千葉にこんなもん作ったんだよっていう。なんで箱物作りたがる、浜港だよ。なんで箱物作りたがるんだろうね政治家って。うん、あれは浜港だよ、うん、昭和から続く伝統だよね。やっぱだから田中角栄とか見ててさ、浜港も憧れてたんだろうね。よっしゃすげえことやってやろうっていう。浜港ロードだよ、浜港ロード。まあ俺千葉県民だからね、うん、だって浜港なんか
あれ、稲川系だよね、浜子って。ヤクザだったんだよ、あれ。あ、すごいよね、ヤクザが国会議員になってんだからな。まあ、わかりやすい夢があるよな。まあ、死んでも残そうっていうね。でもまあね、アクアラインつってね、ごまかしてるけど。ゼネコンの、談合に手を貸す公共事業。いやいや、まあもう伝統だよね。でも、その、田中角栄の時代、角栄が偉大だったのは、その建設が必要だった産業にそれをやったじゃん。だけど今、ただの癒着になってるじゃん。わかる？昔は道路作らないといけなかったし、鉄道引かなかったいけない時代だから、そこを起爆剤にしたっていう角栄の判断は正しいんだよ。だけど今はその時代じゃないでしょうっていうかさ。いや、まあ名声を高めるためもあるし、今その道路業界じゃないじゃん。だからその震災の時にさ、少し福島の震災でとか、あとオリンピックとかでさ、そのなんつうの、そのゼネコンとか良くなってるけど、これも終わるものじゃん。だから日本がどこでどうやっていくのかっていう設計を、その官僚なり政治家っていうのはできるようになんないと終わるぜ、本当に日本。とは俺は思う。うん、俺、今の、その、今はまあ安倍さんが立て直し始めてるからいいなと思ったけど、ちょっと前までのぐったぐだなのは、あれ、小泉竹中平蔵の歪みだと思ってるよ。だから、ちょっと前までさ、やっぱ景気悪かったじゃん。最悪だったじゃん。あれは全部小泉改革の歪みだと思ってて、あんまり民主党のせいだと思ってないから。日本の危機は訪れますよね。いや、俺安倍さんがうまくやってると思うよ。今は。まあでも戦争になるだろうけどね。うん、戦争になるだろうけど、安定の自民党ですよ。安倍さんは運強いよな、本当にな。日本で最も多い会社は建設業、景気を回す効果が高かったんだよね。だからそれは過去の遺産じゃん。もうこれから建設してもしょうがない。なんでかというと人口が減るでしょ。あ、だから予言職業、マンション投資の人、マンション売るの今だよ、本当に。だって軒並み土地が余って家が余ってんだもん。安く手に入るんだよ、俺らの世代、じいさんになる頃には。マンションに価値なんかつかないよ。まあ、都心部だったらまだあれだけど、もう無理よ。土地に対する幻想もなくなるよ。うん。間違いなく人口減りますね。人口が減るよりもバランスが崩れる方が問題。うん。要は、その、若者がほとんどいないって、東京都が今、65歳が何十%だったっけ？今、現時点で。すごいんだよ。もうバランスが崩れたら終わるって話ね。うん、いや、運がいいよ。で、さらに言ったらトランプでしょ。俺、トランプ当選したらもう安倍さんもう長期政権確定だと思ってて。共和党と自民党の相性の良さはね、小泉政権で分かってんだから。あ、もう勝ち確でしょ、これ。超運がいいよ。まあね、景気対策うまくいってるからいいんじゃねえとは思ってるけど。いや、与党に政権取らせろって話をしてないから、俺は。俺は自民党でいいと思ってる。てか、自民党しかないんだよ。で、だんだん安定してきて、国民が暇になってくると、ね、景気が良くなって、地震とか災害がないと、ちょっと自民党いじめるかっつって、大体、その、野党になんかさせるんだよ。で、やっぱりダメだったっつって、自民党が返り咲くって、これもう日本の歴史じゃん、ずっと。自民党がドンってずっとやってて、でも、安定してくるとさ、ちょっと左翼も頑張れよっつってやるんだよ。10年ぐらい経つと。で、2、3年やるってぐったぐだなんだよ。ぐったぐだなの。で、大体災害が起きんの。とんでもない。あ、で、自民党帰ってきてっつって、うん。いや、そういうもんでしょ。うん、いや、政治家を手のひらで動かしてるの官僚だよ。そうだよ。手のひらで動かしてるっていうか、仕組みがそうなんだよね、日本の政治の。だから広告塔つうかね、代弁者でしょ。竹中平蔵さ、だってさ、俺ね、これね、ほんと法律で裁かれない、何なんだろうってさ、あの人材派遣の法律変えたじゃん。
で、まあ、俺は良かったなと思ったのは、株式のその1000万の下り1円でも作れるようにしたのは良かったと思ってんだけど、竹中平蔵、今、人材派遣会社のパソナの社長かなんかでしょ？これありなのって思わない？めちゃくちゃじゃない？経済政策やってた大臣がさ、人材派遣の法律を変えて、規制緩和してさ、で、今、パソナの代表って大丈夫なのっていう。まあまあ合法だからいいんだろうけど、やーべえよな本当に。すごいよなって思うよね。まあそこを突っ込むっていうか、そこに問題があると思ってる日本人が何人いるのかって話だけど、いくら儲けたんだろうね。うん百億儲けたろうね。まあ頭がいいやつが儲かるんだ。すげえよな。ありなんだね。賄賂とか癒着とかいうそういうレベルの問題じゃないもんね。それ国単位でやっていいんすかみたいな。ありなんすかっていう。で、それをジャーナリズムがほっとくっていうのが日本のすごいところだと思う。アメリカだったらほっとかないでしょ、こんなの。だからまあ、国民は飼いならされてるよな、正直な。俺も刺されないように気をつけよう。俺が爆破された時はみんな頼むぞ。俺が爆破されたら、あ、和道ってジャーナリストだったんだって。生主じゃなかったんだ、かっけえなって。頼むぞ、みんな。大阪もっとひどい。大阪はだから大阪国だと思ってるから、うん、大阪は独特すぎるっつうか、まあ関東に住んでるとね、その被差別部落の問題とか分かんないんだよ。あれ関西に住んでる人の文化じゃん。俺だから部落差別問題とかよく分かんなかったもんね。そんなんなかったもん、うん、和道はジャーナリストっぽい。俺ジャーナリストやればよかったな、うん、こういうなんか暴露話とか裏つくの大好きだもん、うん、突っ込んだのって常年さん系？何を突っ込んだの？手つね、突っ込んだの常年さんじゃなくてね、あの人が突っ込んだ外人の人、陰謀論唱えてる外人の人なんだっけ、モーリー・ロバートソンみたい。モーリー・ロバートソンとは違うんだけど、ベンジャミン・フルフォートっていう人。ベンジャミン・フルフォートが思いっきり突っ込んでた。俺ね、ベンジャミン・フルフォート殺されると思うよ、本当に。まあ、海外だったら間違いなく殺されてるだろうね。日本だから殺されないだけで。うん、ホーマニズム宣言以前は、ブラック差別問題知らなかった。関東はあんま馴染みないよね、ブラック差別問題。ジャーナリストではないんだよね、うん、ジャーナリズムなんて大層なもんないよ。だから俺ね、マイケル・ムーアみたいになりたいの、本当に。マイケル・ムーアってそういうことじゃん。ジャーナリストじゃないじゃん、あの人。映画監督じゃん。映画監督だけどやってることは完全にジャーナリズムだけどね。だけど、それを、なんつうの、笑いとかさ、コメディっぽくやるっていう、ああいうのが俺はやりたいと思ってたから。ベンジャミン中国バックなんだっけ？確かベンジャミンフルフォートだよね、テイツ。その竹中平蔵を怒らせたの。アグアグさせたの。小学校の頃から授業で童話教育とかあった？俺なかったなかった。だから童話問題って聞いた時に何それって。社会に出てから初めてそういうの、本とか読んで初めて知ったよね。まあ、ゴーマニズム宣言も読んだけど。フリーライター、フリーライター。何もライティングしてないからね。こじき配信は、こじき配信はいい配信者は金を使うから金が回る。こじき配信つうか、なんだろう。うん、ただ、ね、ひたすら喋るから面白かったら金くれって話だよ。大道芸人だよ。俺別になんかこじきとか配信者だとかどうのこうのっていうよりも、ひたすら喋るから面白かったらちょっと恵んでよって。100円でも10円でも1000円でもいいよって気持ちくれよっていう。
本当に1円でもいいんだよ、風船1個でもいいんだよ。ただただはやめてって、面白いっつっててただはねえだろって。いくら金がねえやつでも小学生でも100円ぐらい持ってるよ今の時代。そう、気持ちは投げてくれよっていうのが俺の考えだよね、うん、だってさ、童話なんか知らないのにわざわざ教えてくるんだよ、どんだけ必死なのか。あー、大阪市役所は一時期解放同盟、なんて言うんだろう、なんとか発信部って言われてた。でもまあそれが大阪の歴史でもあるでしょ、うん、いいか悪いかっていうか、関東にあんま馴染みのない問題なんだよ。まあだからやっぱ大阪国だよね、うん、大阪国。まあゴールデンタイムで話す話じゃねえよな、濃いよな今日の放送。宗教からさ、童話問題政治、インフレなのデフレなの。まあよくこんだけ人が集まるよ、うん、そう思わない？こんな話題でこんだけ人集めんの俺ぐらいだろ。俺か千馬かって話でしょデーツ、バーガー10個ありがとう。まあ千馬よりは俺はまともだと思ってるけど、うん、千葉はとんでもなかんな。バーガープレゼントありがとう。大阪も都になる。大阪都。大阪都。なるか。でも、その都の本来の意味の使い方すると間違ってるよな。うん、得た否認の差別用語。部落、まあだから部落って言えなくなったから、だから言葉遊びだよね、うん、天皇がおわすところが都だからな、うん、天皇陛下がおわすところが都であると。まあそこは伝統にのっとっていいんじゃない。京都っつって京都と、だってその得た否認ってもともとその戦争の時の相手の武将だったりするわけじゃん。要は打ち首になれなかった人たちで仕事与えらんないからっつって捕虜でしょあれもともと。だから武将の家系とかなんだよね得た否認って、先祖たどると。ヘンリエッタちゃんの愛称がエッタでドキドキした。何の話だ、ごめん分かんねえな。差別偏見っていうか俺は利権ビジネスだと思うの。なんでかっつうと童話の人とかって俺何人か会ったことあるんだけど、めちゃくちゃ金持ってんだよ。でめちゃくちゃ頭いいの。あれは利権ビジネスだと思う正直。頭も良ければその政治家ともつながってるし、めちゃめちゃ権力持ってたり会社の経営者だったりすんの。全然想像してたのと違くて、めちゃめちゃ金持ってるよ。めちゃめちゃつながりも人脈もあるし。風船ありがとう、薬文神さん。ありがとうございます、うん。京都の人からすると、あ、そうだよ。天皇陛下は東京に仮住まい、それで合ってるんだよ。本来そうなんだよ。皇居があそこにあるのがおかしいんだよ。京都御所って京都にあるじゃん。あそこが本来なんだよ。それは正しいんだよ。あれは江戸城に住んでるだけだ俺もそれは正しい見解だと思うよ。得た否認の得たを九州なまりで得ったと発音する。へえ。あ、そうなんだ。へえ。テイツが住んでるところバレたじゃんなまりとかさ、そういうコメントとかでさ、住所特定できるよね。なんだっけ、名古屋の人って自転車のこと変な言い方するよね。名古屋のリスナーさんいます？自転車のことなんか特殊な呼び方しない？チャリみたいな。こっちの人はチャリンコとかチャリとか言うんだけど、なんかね、名古屋だけ変な、ケッタだ、ケッタ。そう、名古屋はケッタって言うんだよ。ケッタマシーンか、ケッタマシーンって言うんだよね。そうそう、ケッタ、ケッタマシーンって言うの。
蹴ったマシーンってなんだよな、超ギャグセンス高すぎるよな、蹴ったマシーン。だから名古屋の配信者は誰がいる、みやびくんか、みやびくんさん、そう蹴ったって言うんだよ、みやびさんに聞けばよかったな、蹴ったっていうのを。だ他の県外の人知らないでしょ。ああ、ぜひぜひ、薬部よがみさん、今後ともよろしくお願いします。フォロー大歓迎です。また来てください、ぜひ。まあ、全然宗教の話からそれちゃったけど、まあ、いい枠だな。まあ、いい枠だ。じゃあ、俺もそろそろ寝ようか。もうあと10分で終わりにしよう。だって、4時間枠何枠やった？ 12 時間？今日は、今日何日？ 13 日を4時間枠2枠8時間で、すげえな、11時間喋ってんだぜ、頭おかしくなるよ11時間喋ってんだぜ、病気だよ病気。濃い枠だったね。この枠はまあまあなんか俺らしい放送っていうかね、和道リスナーっぽかったよね、楽しいよね。ありがとう、みんなアイテムありがとう、すげえ楽しかったね。まあ、噛みつかれたのはちょっとよく分かんなかったけど、ねえ、長丁場だったね今日は。京都の方が東京より都心と郊外との差別が多いらしい。京都は一番差別が多いっていうよね。なんか外部者に排除に対する意識、どこの国の人っていう考え方じゃん。京都は差別意識めちゃめちゃ強くて有名でしょ。東京はだって田舎者の寄せ集めなんだから、地方差別なんかないよ、みんながみんな疑心暗鬼なんだから。いや、頭痛い、ずっと。さすがに、俺、飯何食った？フランクフルトだよ、今日。フランクフルト1本と、レッドブル3本と、コーヒー2本だよ。あと、ビスケット2つ。頭おかしくなるでしょ。11時間、その、エネルギー摂取で喋ってたら。あー、七種のゴンベさん、花火ありがとう。最後まで頑張るよ。あと7分あるからね。食べる、食べる。はい、こんばんは。さすがにね、その病気だよな、病気、喋り病だよ喋り病。でもまあ今日の放送は楽しかったね。お疲れ MC、 また来てね、付箋ありがとう、あざーす。いや楽しい放送だったな。フォローもね、面白かったし。俺は動画編集だな、この後。まだ終わってねえんだよ俺の仕事は。たまに甘いものパフェありがとう、みのみさん、また来てね、じゃあもう終わりにしようか、無理して7分喋る必要ないからね。じゃあ皆さんお疲れ様でーす、また見てください。フォロワーたくさん、アイテムたくさんありがとう、おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう